はい、ワドツ。2017年12月の2日、朝の7時22分です。よろしくお願いします。おはようございます。おはよう、みーすけ。おはよう。グッモーニング。おはよう、いも姉ちゃん。風船ありがとう。アイテムありがとね。おはよう。花見、ありがとう。花火ありがとう、みーすけー。ありがとう。来た、これ。やっぱ一般枠だね。一般枠いいねー。みーすけいいねー。これですよ、これ。これだよ、これ。待ってました。ありがとうございます。Thank you。 あ、最後最高だった。あ、バーコードおはよう。いや、だってもうクズコメント多すぎるでしょ、いくらなんでも。匿名にした瞬間にあれだよ。ゴミしかいねえよ、本当に。ゴミコメント9割だよ。引くわ、本当に。民度低すぎるでしょ、日本は。民度がえげつない低いんだ。さっきの枠のプチトマトあたりから見てた。やばいよね、民度の低さが。たまにはガス抜きさせてあげるワドちゃん、仏だわ。まあ、たまにはね。ただ、やっぱりまあ、会話にはならないよね。何度やってみても思うけど、なんでこの人たち俺のこと見てるんだろうっていう疑問が晴れたことは一回もない。なんか別に、なんつうんだろう。関心がないでしょうっていう。だから人殺しとかどっから出てきたんだろうっていう。よくわかんないよね、正直。まあ暇なんだろうな。あいつら理屈通用しないよね。通用しないでしょう。通用しないよ。あやちゃん、おはよう。お疲れ。楽しんでってね。なんだろうね。まあ、見なきゃいいのにっていう。いや、バカにしてるっていうか、これ本気で言ってんのかなってわかんないじゃん。俺らは。そう、本気で書いてんのか、どれくらいの気持ちで書いてんのか理解できないから。だから、あれをまともに本気で考えて言ってるんだったら、どうなんだろうなっていうのは感じるかな。これって、マジで言ってるの？っていう。まあ、マジで言ってないんだろうけど。和道さん、あ、手好きな人、手フェチの人からすると指はすごい綺麗らしいね。昔からよく言われる。指長いって。おお、谷さん、谷さんありがとう。花火ありがとう。あざーす。お久しぶりです。最近来なかったっすね。楽しんでいってください。指は長いんだよね。だからピアノとかすごいやればよかった。すごい開くんだよ。ピアノとかベースとか向いてんじゃんとかよく言われてたね。すごい開くから。300、180度か。180度開くのって珍しいんでしょ？指はすごい長いんだよね。何なんだろう。
毛はめちゃめちゃ濃いよ。俺指にも毛生えてるよ。その画面で見えてないんだけど、ここまで全部もじゃもじゃだよ。アップにするとキッズっていうぐらい、この辺もじゃもじゃだし、両津勘吉みたいな感じだよ、俺の手。毛薄くないよ。超剛毛だよ。配信で映ってないだけ。指毛も生えてるから。もじゃもじゃだよ。両津勘吉だよ、本当に。谷さん2発目ありがとう。ありがとう。また遊びに来てください。ありがとうございます。2つ目ありがとう。バカありがとう、あやちゃん。あやちゃんいつもありがとうね。あんまり無理しないでね、あやちゃん。ありがとう。いや、指毛もじゃもじゃだよ。いや、引くよ、多分。超毛深いよ。こういう風に流れてるからね。俺めちゃめちゃ剛毛だから。期待外れでごめんね。指は長いけど、毛は生えてるよ。もじゃもじゃ、もじゃ丸です。飲食店とかやってたら剃ってたけどね。やっぱ毛深い店員の手とか嫌じゃん。料理人とかバーテンダーとかやってる時は全部剃ってた。毎日体毛多い人優しいってよく言うよね。情に深いとか言うよね、うん、体毛が濃い人は情に深い。どうなんだろう、情に深いのかな。俺ちょっと分かんねえな。情に熱いとか言うんだっけ、なんか言うよね。でも迷信でしょ。じゃあ体毛薄い人はサイコパスなのかって話になってくるでしょ。ただの差別だな、うん、俺でも気づいたの、おでこの減り具合とおでこのそのハゲ具合と体毛の濃さシンクロしてて、俺の説なんだけど、おでこに生えなきゃいけないところがバカになって、ヒゲとか乳首の周りとか肛門の周りの O ラインとかに生えちゃってるだけだと思ってんの。おい、お疲れ、コウスケ。お疲れ。おはよう。どう、調子は。元気。今日夜やる？今日の夜、例のやつ。今日の夜何時ぐらいに行けばいいの？なんかテンションに任せるけど、石野の今日の夜でしょ、事件は。ホームレス水鉄砲襲撃事件。今日の夜やる？ OK。 OK、 分かった。でも告知打ってないから人集まんねえな。どうしよう、人集める。今日の夜人集める。2人でいいんじゃないの、やる？どうする、人集める。レスポンス遅えな。いや、任せるよ。2人でいいんだったら別に2人でやってもいいし。
仲間集めんだったら仲間集めて。どうすっか。どうすっかね。2人でもいいのですが、どうすればいいかな。どうすっかだよね。どうすっかな。200人ぐらい集める。100人集めたらやばい。どうすっかな。まあ任せるよ。その2人でいいんだったらいいんだけど。この前来てくれる人今日は無理。いや、来るって言ってた人何人かいるよ。100、少林寺拳法130キロの人とか、あと、なんか、どうなんだろうね。来んのかな。なんか、リスナーさんで他の人でも、いたよ。でも寒いぞ、今日。朝までだよ。寒いぞ。大丈夫かな？結構いたから何人か集まんじゃないの？どうなんだろうね。寒いよね。どうする？どうすっかな。いや別に集めようと思ったら集められるんだけど、結構辛いよ、リスナーさん的には。鳥になりたいさん、おはようございます。バーガーありがとう。人数いた方がいいのかな。どうなんだろう。今日あたりから真冬の冷え込みになるらしいから気をつけて。マジで？真冬の中何？路上で来るか来ないか分かんないさ。やつ待ち続けないといけないの。ちょっときついよな。まあでもこの今回のことリスナーさん結構楽しみにしてっかんな。やらないとね。きつい。やめるか。 やめようか。 やめよう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 。やめよう。争いよくない。争いごと。やめよう。石野撃たれればいいんだよ、水鉄砲で。毎週。やめよう。 めんどくさい。 やめよう。お前撃たれればいいんだよ、毎週。バレーニュ来る？やる？いや、やんなきゃダメ、配信者。いや、ほら、俺らってめんどくさがり屋だから。すげえ、だるい。
だるいっていうのがあるから、なんかコメント見てても石野もあんま乗ってねえなみたいな。うん。ダメ？やらないとダメ？ダメか。ダメなの？そこはやんないとダメ？めんどくせえなあ、ほんと。だって、争い事って何も生まれないじゃん。撃たれよ。撃たれればいいんだよ、別に。大したことは水で撃たれても何もないから。うん。死にやしないし。うん。石野が撃たれ続けるって。毎週土曜日に石野は撃たれると。それでいい。そうすればいいんだよ。寒いもん。夏にやろう。春まで待って。春まで。春でいいよ。絶賛インフルか。流行ってるな。大丈夫？インフルか。インフルか。しょうがないね。初見さんいらっしゃい。ワドです。生ボールモアさん、ありがとうございます。解決だね。打たれよ。打たれ強くなろう。もっと。もっと打たれ強い男であってほしい。水鉄砲に負けない男になってほしいね。水鉄砲ごときに。うん、もっと打たれて。打たれ続けてほしい。負けないでほしい。打たれたらすぐ連絡して打たれましたって打たれたら連絡しろ。その打たれた石野を見に行くところからドラマが始まるから、どんな感じなのか赤裸々に頼むよ。もう悔しいとかさ、惨めだとかさ今日みたいな寒い日は暖かい部屋ぬくぬくしよう。そうだね、石野はまあどっちにしろ寒いんだけど、寒いよ、苦しいよって、家が欲しいよって、うえーっつって、やめてーって、やめてください、やめてくださいっつって俺に電話して、撃たれましたと。すごい今死にたいっすっていう。すごいもうびっちゃびちゃなの。寒いっすって。悔しいと。うん。何なんだろうね、水鉄砲。うん。北米で人気なの、コンドームマン。マジで？へぇ。毎日じゃない、土曜日。お、ヒーセおはよう、久しぶり。元気？おはよう。いや、もう気分だから、俺らは。
気分が乗らないことをやるっていうのはなんかちょっとテンション下がるし、やっぱ上げ上げでいきたいよね。上げ上げで上げていこうぜ。だから人の怒りっていうのは5分も持たないっていうのは本当だな。5分間我慢すると怒りって消え去るんだよ。水鉄砲買って応戦？なんか配信者の方が不利じゃね？なんか。配信者って、不利だと思う。配信者ってだけでこっちが悪いみたいになる風潮あるから。打たれた方が面白いので打たれることにします。成長してる。 配信者としてなんか閲覧が稼げるとか美味しいっていう概念が石野がだんだん分かってきたっていうね。石野が急成長を遂げていて、芸人でいうところのいわゆる美味しいってやつをだんだん把握し始めたね。 昔の石野だったらすげえムカつく殺してやりてえって言ってたけど、打たれた方が面白いっていうね。まあ正解だね。正解だよ。だんだん美味しいっていう概念を理解し始めた。やだな、なんか、石野から、和道さん今日いじり最高でしたよとか言われたらやだね。和道さん今日美味しくいじってくれてありがとうございますとか言われたらちょっと悲しくなるよね。変わったわーっつって。
あの曲って何？鳥になりたい。何何？あの曲って何？ブリ炙りブリ。ブリ炙りブリ。マルさんおはよう。バガーありがとう。ブリ炙りブリ。かな。ブリ炙りブリは誰、アーティスト誰なんだろう。名前が出てこないんだよね。なんかすげえローカルシーンで、でも結構有名なフェスとかにも出始めてるんだよ。なんだろうあの曲。和道さんがトラウマの曲？何和道さんがトラウマの曲って。うん、もしもしおはよう。おはようございます。どうしたの？機嫌いいね。ガドーさん。何？ガドーさん。何寝る前？いやなんかガドーさんって言われる今ブームなんでしょ。ガドーさん。別にブームじゃないよ。なんかさ、キツネの方が柔らかくない？アンチとか。いや、そんなことないよ。ガンガン攻めてくるよ、やつらは。そうか。だって、面白かった。人殺しって言われてる。いや、なんだろうね。俺は全然あそこに面白さを感じないし、花火上がんねえんだもん、だって。ああ、だって匿名であげても、その人、自己顕示欲とか承認欲求が強いんだから、花火で表してるんだよね。だから、ただ、なんか無駄な時間を過ごして、なんか、面白いって言ったり、人が集まったり、コメント走ったりしても、何の得にもなんねえわ、と思って。だから、それを学べただけでもいいんじゃない？うん。いや、だから、ニコ生みたいな。なんで、キツネ枠なんてあんだろう。いや、だから、ニコ生に対抗してるでしょ。ニコ生の、サービスがダメだから解約ラッシュなの今ブームなの。だから我々のサイトは、まあ、それもあるけど、うん、閲覧がない人たちがさやっぱ閲覧増えるからキツネをやりたいんじゃない、うん、その侮辱されたいからじゃなくてさ、あ閲覧が増えるから、あはい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 、バカだのキチガイだの言っても誰だか分かんないわけだから、うん、だから需要と供給は一致してんだよ。でそれだってやってみなきゃ分かんなかったんだからいいじゃん。まあ確かに、いや俺は分かってたよ、分かってやってるんだよ、うんうん、だけど、まあ、生産性はない、うん、いや別に見る方は楽しかったけどセンスいい人多いなと思って。やっぱりセンスいいかあれ。いや面白かったけど別にそんなにひどいこと書いてなかったし、まあ、全部見たわけじゃないけど、うん、人殺しって言われたんだよ俺。あそれはひどいけど。だから、まあ、なんでバレたのっつって、うん、7歳の頃に爪楊枝で人を殺したことがあるって乗っかってみたんだけど。いや中にはそういう人もいいんだろう、下手も打つやつもいい。俺さすがにさっき突っ込みそうなんだけど、何どれ石の和道は感謝が足りないって、うんうん、あ、恩を知らない、冗談じゃない、はい、俺ほど恩義が熱い配信者はこの世界にどこにいるんだって、石のと和道は知らないけど。いやでもね結構ドルさんはそういう礼儀とかその恩義みたいなのすげえ感じるタイプだから、あ伝わってねえんだなとは俺も思ったけどね。でもフォロー入れてるよ俺。まあ別に年なりの常識範囲だけどね、うん、別にねそんなに特別っていうわけじゃないけど、うん、でもほらあるいは人付き合い大事、袖がある時ね、うん、俺もお前小銭財団に、小銭財団どころかお前、うん、もう完全な、うん、お前内職放送になっちゃったからお前のことなんか一言も言えず、うん、やっぱり余裕があるから、うん、ねお前なんかしてやりたいと思うこともあるんだって。古袖がなきゃな、まあまあそれしょうがない。まあでもなんだろう、うんそうだよね、うん、だって俺も今月家賃やばいもん、やばいよ、たまるまで払えない。ドルさんの家の家賃はやばいから、ほんと生活維持するの大変だなと思うよ俺の家より。お前来たことないじゃん。だってお前の家賃にちょっと毛が生えたもの10万しないんだよ。ああ教育入れて。あ、そうなんだ。いやでもだけど、まあまあ、3万とか、ね、うん、でかいよ固定費で。あと、うん、例えば、まあ、電気代とかさ、うーん、まあ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 、あと俺は格闘技やってるから、まあ、その支払いとかね維持費それなりの生活規模になっちゃうけど、うん、まあ、俺はね20万あったら全然食っていけるから余裕ってわけじゃないけど、まあまあライフラインは止まんないから、まあ、もう俺らな貧乏慣れてるからな。慣れてるもう全然平気だって一生なの。贅沢は、うん、今思うと沖縄時代が懐かしいな。あんな合流した子がな。本当だよ。いやバブルだったんだなと思ったよ。
お前はバカだからな、あれ、純金とか純銀にしとけば潰しも効くけど、あんなメッキのもん買ってきちゃったら。ドレさんに言われて気づいたんだけど、925って入ってないんだよ、刻印、どっちも。だから、これシルバーじゃないんだよ。小樽で同じもん見たって、1万2000円で。買ってこうかと思ったの、お前に対抗してつけようと思って。でもさすがにそれ、そのギャグだけに買った後も使いようがないから、うん、いっぱい売ってたよ、1万2000円。まあまあいいんだよ、縁起物だから、うん、それで向こうが生活できてんだから。いいな、もちろんそうだよ、そうだけど、うん、次から貧乏になるかもしれねえと思ったら、パトラッシュ見習って18金にしとけ、うん、あ、まあまあそうだね、金だよね、潰しが効くんだから。効くね、効く、それは思う。いいんだよ、いいんだよ。でもただ、うん、モテカサの18件はとんでもない値段だけど。いや、40万、50万じゃ効かないでしょ、こんなの。うんうん、まあ、窓は俺たちは、お前、武士は高値度だよ。そう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 。いいの、いいの。そんなもん、お前、うん、他と一緒で辛いもん食ったり、うん、どっかから飛び降りたら、お前、その辺の一山いくらと一緒になっちゃうよ、うん。ちょっと待って、武士は高値度って何？ん？武士は食わねえど。高値度って言ったでしょ、今。いいんだよ、俺クラスはそのぐらいの誤差は。何？今なんか違和感があって、クワネドだよなって、高ネドから何が来るんだと。な、もうそれで死ぬんだろ、俺らそれでいいんだよ別に。まあまあ、のたうちはラジコンされてな、うん、あれあれ、あの鮫島の話と別だよ、リスナーとかからもうあれあれこれあれ、うん、な、こういうのはやるなって言われて、じゃあその通りやったとして、生活成り立ったとしてさ、うんうん、そう、配信者やる意味あんのかよ。あ、いや、まあ本当にそう思うよ。自由に生きてなんぼだよ。それも、うん、みんなが同じだったら、みんなが金梅だったら、みんながうなちゃんだったら、ありえないよね。もう俺たち存在意義がないじゃん。うん、ないないない。ただ、うん、鮫島かばうわけじゃないし、お前ら円満にっつってっから俺は言うことないけど、うん、まああいつは割と正論言うし、うん、今お前は若いから、うん、言われたかないって言うかもしんないけど、うんうん、客観を持てば、うん、意外と的を、俺は鮫島何言ったか知らないけど的を得てるのかしら、何言ったか分かんないのに的を得てるってどういうことよ。そういう可能性もあるよって。お前は絶対に俺には合ってないアドバイスだって怒ってたけど、そうとは限らないよっていう話。いや、違う違う、もうそれが前提が間違って見てない証拠なの。俺はね、例えばアイラと花火対決やると、で鮫島さんに言われたのはね、うん、要はリスナーを食い物にする行為だからやめろって言われたの。でもそれは和道にだけじゃなくて一貫してから、うん、言ってる言ってる。でね、うん、俺はそれ反論をしたわけじゃないのよ。あ、そういう考え方なんですね、うん、ってなるほどと。でその後に鮫島さんが言ったのが、うん、じゃあお前言うこと聞かないんだ、上手やめるのかって言われたのね。要は俺の言うことも、そのくだりはお前から聞いて知ってて、うん、それで意見が違うから円満に脱退したわけだろ。俺はそれでね、抜けますって一言言って電話が切れたのよ。で俺は何にも別に気持ち的に鮫島さんに恨みもないし、その何もないと、うん、で鮫島さんが俺の名前を使って枠をして4400人の前でバーってなって、要は言われるのよ。でもね、そのリスナーさんに対して言ってるのは、俺鮫島さんと別に何もないと。で、うん、そのなんつうんだろう、ただ俺は鮫島さんの部下でも何でもないから、彼の言うことを鵜呑みにするわけにいかないと、自分の配信があるから、だから抜けたんだよって言ってんだけど、それに対してなんか土下座しろとか謝れって言ってる人がいるから、別に謝ることなんかないよって言ってる、まあ、それ言ってるだけだから、うん、いいじゃん400人の枠で言われたから。4000人じゃねえんだから。いや、いいのよ。だから別に何をそんなにみんな騒いでんのかよくわかんない。考え方いや、鮫島の方が上位概念だとみんな思ってっから、鮫島に謝った方がいいよ、仲良くやってって、仲良くやってんのが見たいっていうリスナー側の願望だろ。いやでしょ、だからそんなん付き合えないよって言ってんの俺は。まあ、自分で好きやってんだから。いいけど、まあ鮫島はごっこいい年してやりたかったんだろ、お前と。それをお前がガチレスして、じゃあやめますみたいになっちゃったから。でも、鮫島さん別に文句言ってないじゃん、それは。文句は言わないけど、寂しそうだよ、お前いつも。寂しかったら寂しいからまたやろうって言ったらやるよ、俺。別に。せっかくお前、サブ、な、副部長ができて喜んでたの、副部長まさかのお前、不平不満でお前、いや、不平不満で脱退するじゃないのよ。でもね、俺これすごく大事なことだと思ってて、考え方が違うんだったらいずれ揉めるんだよ。
で、俺は、あの、経営やってる時から自分に縛ってたことがあって、人を誘う立場の人は抜けるとか、天秤にかけるとかやっちゃいけないと思ってんの、俺は。人が離れるから。で、実際アメリカ人に対しても捨て頃出るなとかも言ってるらしいのよ。でもそしたらアメリカ人からしたら、そんなわけにいかないじゃん。っていうのも出てくるから。だけど、これ配信だから、うん、鮫島意見言ってもいいし、うん、逆にね、うん、そのことでフィーチャーされてるわけでしょ、アメリカ人出るなっつうことで。それはもうフリーで。いや、ね、いやガチなの、ガチなの。結局んとこ、フリーじゃないの。UWF っつうのは、もう集合離散なんだよ。まあまあまあ。ずっともなんかないわけ。ないよ、ないよ。だからそろそろ自立しろっていうことでもあるんじゃないの、アメリカに対しては。いや、違う。そろそろ。違う。要は、俺、ほら、オフで配信外の会話も聞いてるから、そうじゃないの。本当に嫌いなの。捨て頃。誰がアメリカ人か、アメリカ人じゃなくて、鮫島さんは捨て頃。要は、配信者の殴り合いなんか見たくねえよって言ってんのよ。そんなの客なんか来ないよ。それも意見だけど、見たいっていう人が多いのも意見だよ。そうそうそう。だから鮫島別に、その、自分と違う考えの人のことを攻撃はしてない。自分の意見言ってるだけじゃん。いや、違う。アメリカ人に対して捨て頃出るなって言ってんの、今。それ友達だからじゃないの。違う。だから、ジョーズ選ぶか、こっちかにしろってなってるから、人離れちゃうじゃん。うん。うん、だから、まあ、ちょっとそのくだりはわかんないけど。え、どういうこと、なんでわかんないの。じゃあ俺がジョーズ行ってもいいってことか。じゃあだからさ誘ってたじゃん、ずっと。え、今なら入れてくれっかな。いや、ドレさんのことも嫌いだよ、鮫島さん。じゃあダメだ。大嫌いだよ。じゃあダメだな。うん、そうだから、なんかよくわかんないんだよな、俺。別に、なんか楽しい。最近な、枠行ったな、ドレボーいらっしゃいってすっごい悲しそうな顔声で言うからな、うん。じゃあ、なんつうんだろう、鮫島さんすごい気難しい人だから。うん、でもさ、俺ら言った個人プレーなのよ、うん、そのチームがどうとか、金杯ファミリーだとかね、うん、なんとかファミリーって言ってるけど、よさファミリーとか結局の俺らピンでなんぼで、うん、そうだよ。そのファミリーに入ると、うん、多少互助会的なものは期待できるんだろうけど、うん、結局のところ一人だろ。そうだよ、うん、だから集合離散で、今は反目しても、うん、まあまた仲直りすることもあんだろうし、なんかね、勘違いされてんのが、俺が鮫島さんに噛みついたみたいに思ってる人が多いんだよ、多分鮫島さんの。いや、美味しいじゃん、別に鮫島に噛みつくのか、大した度胸してんだから。いや、別に噛みついてないっつうの。なんつう、正すの、放っとけいいじゃん、もう。要は掘り返したの、ね、おめえだろうがよ。いやいや、もうバンドで言ったらさ、方向性の違いでね、別れただけで、別にどっちかが潰れなきゃいけないわけじゃないし、俺はお前男らしいと思って、なぜかっていうと、俺の真裏だろうが、誰がやってても、閲覧数に関係なく、堂々と自分の配信やって、以前はやってたけど、もう便乗とか暴露とかもやってないだろ、自分の配信をやって。まあジジイの問題があれば乗っかることもあるけど、基本的にはいや、ジジイの問題はね、乗っからない。俺コメントが来てから乗っかるタイプ。コメントに対して知らねえとか言ってるだけ。まあまあ乗っかってもいいけどさ、今日のあれだ、捨て頃誰と誰がやったら面白いなと、あれはほら別に便乗じゃなくて、単純にリスナーさんと一緒でね、こういうカードがあったら面白いかなってっていうのはね、面白かったけど、セゴロ出ない。もうちょい大胆なものがあってもいいかなと思ったけど、セゴロ出ないの。だって出さないっつってんでしょ、だから出ないんじゃ。だと仕事もキャンセルされたんだ。なんで鮫島さんと俺の時はさ、トーンが上がるのにさ、急にトーンダウンすんだよ。そういうことだよ、だから俺からしたら。だってもう終わった話だもん。だからそういうことだよ。終わった話なんだよ、俺らも。そういうことだよ。分かったでしょ。気持ち分かったよ。違う。鮫島は、あれで、割と正論なんだって。だから何が正論なの？何で揉め出したのか分かんないけど、まあ、あれが指摘することは、あんまむちゃくちゃなことだなと思って聞いてたことはないけど、ワドは間違ってると思わない。お前はお前の意見を通したんだ。そう。鮫島さんの言ってること分かるよ。だからリスナーをおもちゃにしてるっていうのも。でも、その根本的なこと言うと、
その別に花火対決やって、それが気に入らなかったら花火投げなきゃいいだけだから、被害者なんか存在しないんだよ。だから、それ言ったら、和道もう分かってんの、配信になんないでしょっつうの。どういうこと？どういうこと？だってそんなの寂しいと分かりきってる、お前が言うように、じゃあなんで課金サイトでやってんのよってところに帰結すんだけど、まあ、要はあんな下品な配信バカバカしいって言いながら、俺たちみんな同じサーカス団なんだから、そこをさ、真面目に突っ込んでね、お前もみたいなこと言い出したら、ただ鮫島言ってんのは、客観視するいとや、青俺かはそういうの白、嫌いな赤かっの。て、要はそういうこと言ったら好感度上がるわけですよ。そんなにいバカじゃない。やー、いや、好鮫島感そ度う言ってる、上がる。あ赤るかっあてるある。白かったってバカかと思うわけよ。だって儲かんのはアイラと、金梅なんだから、金梅と荒野なんだから儲かんのは。何回やったって、そんな、よ、寝っ転がって、でんでん太鼓、てんでんってやりゃ、お前、どんどん入って、卵と金梅なんてもうシュールだろう、だっいや、て。面白いよ、あれは。たまちゃん負けないでくださいっつってさ、隣俺金も八さんいいんださ、もん、もう爆笑でし慌ょ。ててさ、和道ってやろうと思ったけどな、意地でも俺のリスさんもお前のリスさんも投げないから、花火対決なのに0-0で終わるだろうな、もう最や高るだよ。前から。最高でしょ。面白いけどさ、もう絶対そうなんだろう。だからやってもしょうがねえけど。いや、やったら面白いと思うよ。ワードをてめえこの野郎っつって、俺がどれこの野郎っつって、花火対決の流れ組んで、1時間で罵り合って、いや、全く飛ばないし、そう、空、全そのく飛辺ばのなく空気て、はお前、そお前らのリスト読むから、一個も飛ばう。ねえ一だ個も飛ばないよ。だからすげえ面白いと思うよ。1時間罵り合って、2人とも負けたな、みたいな空気で。まあ、お前にブチ切れて終わんだろうな、俺、お前のせいいや、だってそう飛そうばそんだうそう。お互いが、だからゴミクソこの野郎っつって終わって、何だったんだこれっていうのは、俺はから。で最高だも、よ。空気読まずにノリコレプリカントがいるんフだよ。ァンタスティックぐらい投げそうだな、あれ。そう。俺は注意するけど、わかんないよ。だから本当いや、に、な、見るに見かねてやるだろうな。あと、ドレさんのアンチガチ勢だから俺に爆投げする可能性があるの。そう、ドレさああ、んそのれアンはあチる、がそこっれちはある、側にあそるれかはある。ら、だから、そのシだュールな、から、そ花火対決、今俺とやったら、アイランも金牌もみんな美味しいのう。でしょ？でしょ？そう。だから、その世界観が作れるかどうかは微妙だよね。に。面白い感じ？まあ、ただそな、う。結局、ほら、花火対決なんですよ。負担かかるのリスナーさんだからね。だから知らねえよ、そんな。負担かけてなんぼだろ。ふざけんなよ。俺はそう思ってるよ。リスナーに負担かけてなんぼだと思う。それが愛情でしまょ？あまあ、もちろん、好きでね、課そう。金してガたンんガンだ。投げてくれる人は俺が一番愛がある人だと思ってるから、そんな負担でもなんでもねえよ。ガンガン貢いでくれよっていう。それはそうだけど、俺は今、花火よりパンツが欲しいな。もう本当にレベル低い。本当にレベル低い。女のだっケてツは。花火のモチベーションはどこかっつうと、女に貢ぎたいって、女にいい格好したいっていうとこだから、そこ手っ取り早く、あきらっぱですら最近ガンガンやってんでしょ？そういうことを。いや、みんなやってるよ。荒野もやっオてフるパし、コ。クモンねえ、竜とガかブもすちゃごんいでしも、ガょ。ブちゃんも。いや、みんなすクごいでしモょ。ンリーは別に、あれじゃん。おかしくないじゃん。それはやるだろう。独まあ、身者だかっこいいですね。し。でも俺、ドレさんはキャラを間違えてるだけでモテると思うよ。俺54だ、おい前。やいや、混じってんの？ドレさんは、内面的な性格の問題で嫌われてるだけで、別に需要はあると思うよ。俺昨日あれだよ。この前はツイキャスでアンチトツマツやって、昨日はふわっちでアンチトツマツ一人も来ないんだよ。だからアンチなんかいねえよ。何言ってんの？アンチトクマツやったんだから、上がってこなきゃおかしいだ アろンチいっう。コぱいいメるントよ。すら来なかった。あないたがねえよ、あんブなロックもん。してるからでしょ。いるよ。ドレさんのアンチなんて。サブで見りゃいいじゃねえか、そんなもの。いえいえ、実際サブで来ドレさた。んが思ってるよりドレさんって敵多いよ。アンチすごいよ、今。だからどうしたんだよ。だから俺ワンチトツマツやってる、一人も上がってこねえいよ。や、上がったら負けじゃん。じゃあなんで TJ の枠で、ふわっち大嫌い芸人やって俺に一票も入んないんだよ。知らないよ、そんなの。お前が勘違いしてるだけいで、あえいえ。る一定の配信者をしたい奴らが、俺の印象を悪くするためにやってるだけで、出たそひ。もそも俺の放送なんて、煽る放送じゃないから、アンチなんかいないよ。いるよ。ドレさん結構尖ったこと言ってるよ。
結構尖ったこと言ってるよ。多分ね、客観視できてないんだよ。もう思想が。いや、だからババアとかはしょうがないよ。だからそこだっつうの。そこだよ。だけど、今、まあ、あんな職業的に集団でタヌキとかから来るのは、そんなことやって俺が廃止やめたら喜ぶの誰かっつったらもう犯人一人っけいねえんだよ。いねえんだよ、だから。何？俺のアンチなんて。いるよ。何いないよ。何じゃあなんでツイキャスでもこっちでも上がってこなかったんだよ。そうじゃなくて、ドルさん、もう病気が悪化してるからないよ。俺のアンチはいないっていうのがトレンドなの、今。だからなんで上がってこなかったんだよ。上がるわけないじゃん。なんでなんでって。だって、その、なんつうの、雑談たぬきアンチがしたいんだろ。えアンチがしたいんだろ。上がってきてやりゃいいじゃん。いや、コメントも止まったんだよ、その時アンチが。で、いや、だから、いや、いるよ、アンチは。どれさしかも、ある時間帯しかいないんだよ。で、いや、だから、いるんでしょアンチは。何に現実逃避してんの。いるよ、いっぱいいるよ、どれさんのアンチ。いないね。あれは職業的にやってる連中だ。自分の推し面を上げるために、その、印象悪くする、凱旋右翼みたいな連中だ。何どういうこと雇われてるってことドルさんのアンチコメント。雇われてるとか囲いだったらあれだろ印象悪くするために。俺の話の腰さえ折れりゃいいんだよ。ほうほうほう。あれはもう見てる人が鬱陶しくなって、ほうほう、もうここアンチ多いから見たくないっていう雰囲気になりゃいいんだよ。それはじゃあ誰の囲いなのそれは。なるほど。頭がいい人想像すればわかんだろ。一人しかいないんだから。あ、もうドルさんの中では目星はつけてんだ。とある配信目星どころかもうそんな卑怯者一人しかいねえよ。ああ、なるほど。ごめん、一人っつったけど、なんとかにゃんかもしれないから、二人だ。あ、なんとかにゃんの方は言っていい方なんだ。おまあ、要は。だって愛だもん、それは愛だもん。なるほど、なるほど。要は、なんとかにゃんの囲いが、ドルさんの評判を落とすために職業的に、評判落とそうっていうのがアンチだと。俺のことは本当は嫌いじゃないと。なんだな、なんとかにはサバーカで入ってくるんだけど、なんでそんなことすると思う。まあ七色でもいいんだけど、うん、何と戦ってんのドルさんは。俺 UFO キャッチャーなの。おあの原価100円のソフビのクズなんだよ。でも取れないからみんなムキになってんだけど、七色はバカだから晒したのかね。金えって言われてもあれは賢いから七色ローラー作戦にローラー作戦に出て、あいつは配信の前にドレさんのこと嫌いじゃないけどごめんねって言ってからディス始めたんだよ。で晒して、いや晒しといて何言ってんのと思ってきたけど、あいつそれが終わった後に翌々日とかに俺に一回 LINE の電話してきてんだよ。ほうほうほう。でしまいにはあの女に、なんとかっていう男、ひでこじゃないけど、なんとかぶん殴ら、やれたっつってんだ、ぶん殴ったわけじゃないけど、カバン、顔にぶつけられたっつってんだろ。それ泣きながらタクシー降りた後に、やっぱりどれさんにすりゃよかったっつったんだよ。あ、本人から。そんな晒しがいるかよ。だから、あれは全部計算済みだよ。あいつがあんな子も言ったら、他の女いなくなるもん。でいなくなってさらちにしてからと思ったんで一瞬。ああ。スバレンはなんで俺のチンコがちっちゃいとか、致命的なことを言う割には、七色の時とかかばってくれんだよ。好きだからだよね。どれさんだから配信会最大の呪いは、愛なんだよ。ああ、どれさんに対する愛情表現が恨みに回っちゃってるってことか。裏目じゃないよ。他の女を近寄らせたくないから。だから。なるべく小さい方法で男として価値がないっていうことをずっと言ってんだよ。要はのんちゃんが和道はマグロだっていうのは本当はすごいテクニシャンなんだけど、他の女が寄りつかないようにみたいなことだ。俺もね、のんちゃんなんで俺のことマグロっていうのか分かんなかったんだよ。前がマグロだから。そこは乗らねえのか。そこは。そこは乗らねえのかよ。だ俺も最初意味わかんなかったです。嫌い嫌いってなんで言うのかなって。なんなら捨て頃じゃなくて、あのフットサルの時もパル使って、いや、つばね屋さん、ドレさんのこと悪く言ってないですよとかさ、なんなら本人も話しかけようとしてきたのさ、話したの？頭狂って、いや、話してない。頭狂ってんのかなと思ったけど、まあ俺の方が見えてなかったんだ。
要はああいうディスをすると他の女が近寄らないから、ところ払いをしてたんだ。俺ツバニアンと同じチームだったけど、ドレさんの話題一個も出てこなかったけどね。それはそうでしょ、別にする必要ない、俺にだけって言ったらあれはいいんだ。ああなるほどなるほど。だからそのブックも終わったじゃん、うん、まあ香川となんとかっつうらしいけど、うん、囲いが効いてるだけど俺は関係ないけどさ、元カノ問題か。だってなんでまた今度フットサル君のパルと喧嘩したのに来ないのかもしれないけど、うん、わかんない、知らない、俺がいるからだよ。ドレさん本当悪いこと言わないから病院行こう、俺付き添ってもいいから。ドレさん病院、だってそう思った方がいいし、うん、多分俺の言ってること本当のことだよ。いやいやいや、もうここにいる200人全員病気だと思ってるから。ドレさん、ドレさんが思ってるよりもドレさん壊れてるって。病院行こう、悪いこと、お前ら俺がおかしいと思ってんの。いや思ってる思ってる、だって病気だもん。ドレさん、ああここは最後に俺が一言だったんだけどな。うん、まあそうなんだよね、分かった、だんだんドレさんの病気がマジでやばいっていうの。こんな話をこれ放送上に持って過剰になんか俺も喋ったけど、あそうなんだ、うんうん、あドレさん、うん、あそうなんだって40分とか最短で40分で3時間聞かされるんだよ。いや演技じゃないのこれ、これマジなの。毎日プライベートでワド今放送中って言って、もっとひどいのよ。俺カエルなんだよねとか、俺って実はドラキュラなの知ってたとか、逆なの、演技じゃなくてそう隠してるの、リスナーには言えないんだけど俺ってドラキュラなんだよ、ワド気づいてたでしょみたいな、いや気づいてたっつって、そうなんだよ、だから若い女の血を吸わないとそろそろやばいんだよね、どうにかなんないかなみたいな、いやーリスナーさんで若い女の子のパコりたいのって言ったら、うーんって、じゃないと俺ドラキュラだからとか、ずーっと3時間ぐらい聞かされてて、のんちゃんもまだ終わんないのこれみたいな。そう、集団ストーカー被害妄想が半端じゃないので、ついに今日新しいのが、でいやガチャガチャネタじゃないの、毎晩だから毎晩で、ネタじゃないのよ。むしろ今日は結構赤裸々に語ってくれたぐらいの。そう。で、もうずーっと喋って、なんだよ、なんでこんな喋らせんだよ、みたいな感じで文句言って切るの。お前のせいでお前もう寝れねえわ、みたいな感じで、もうジム行かないと、みたいな。なんか、お前、盛り上がっちゃうね、みたいな。いや、お前が一人で喋ってるだけだわ、みたいな。いや、面白い。プライベートの方が面白いよ、この人。プライベートの方が面白いの。だからみんなよくよく考えたら、ドレさんってさ10分とか15分コメントがゼロでもずっと喋ってるでしょ。あれ本当なんだよ。車の中とかでも俺とノンちゃん全く喋ってないのに2時間ぐらいずっと喋ってんの。ノリコは優秀なロボットだよな、お前どうやってこいつ作ったんだとか言って、ノリコはな和道の言うこと聞いて閲覧も取ってくるし、こいつは優秀だなロボットだよなとかずっと言ってんの。いやーわかんない、もう脳みそがやられちゃってんだよね。統合失調症かパンチドランカーのどっちかなんだよ。そう、そっちの面で放送した方がいいんだけど違うのよ。いやそうするとアンチに気づかれるみたいな、一人で駆け引きをしてんのよ。アンチはいないとか言ったりとか、アンチはいるとか、なんかそういろんな仮想的だから、ね、今回ツバニャンとなんだっけ、あ七色って二人名前出たけど、だから勝手に妄想で戦ってんの。勝手に七色多分俺のこと好きなんだよな、だからこんなコメント書くんだよなとか、ああそういえば LINE も来てたなみたいな感じで、でもそれはやっぱりツバニャンは俺のこと好きだし七色も好きだから俺放送で言えないわみたいな感じなの。だからプライベートの方が面白いの本当に。むしろファン増えると思うよあの感じで言ったら。ドレさんは確実に壊れてる。うん。素の方が面白いんだよ。ただ、頭は悪くないじゃん。正直。だから、その、なんつうの、妄想がひどいだけで、
典型的 IQ が高くて脳がやられてるタイプなんだけど、本人は壊れてないって言い張るのよ。本人は俺は壊れてないよって言い続けるんだけど、旗から見て明らかにぶっ壊れてるんだよもうね、パンチが効きすぎたのかお薬が効きすぎたのかどっちかなの。いや面白いよ、被害妄想が半端じゃない、その方が面白い。だからもっとね、なんか弱点とかさらけ出しちゃいけばいいのにね、ありのままでやってけばいいのに。なんかファン増えると思うよ。なんかその取り繕ってるように見えるんだよ。わかんねえけど、俺はなんかプライベートのドレさんの方が面白いね。なんかこれ俺これ本当にほらポケモンマスターじゃん。ポケモンマスターの俺が予言をしておくとだよ、俺は多分5年以内っていう長いスパンでドルさんが神回を起こすと思ってんの。5年以内、5年ぐらいの長いスパンでドルさんはどういう神回を起こすかっていうと、もうすごい減らっちゃってアンチコメントとかなんかいろんなプライベートの不幸が飾って、いつかぶっ壊れてフリチンで六本木で外配信やると思ってる本人は服着てるつもりなんだけど、真っ裸で、ああみんなって今博多だよとか六本木だよって、夜景が綺麗でしょってやるんだけど、みんなコメントで、おいドレやめろって、どうしたドレってコメントからラッシュになってるけど、ドレさんはいや何が何がってってるけど、すっぱだからチンコ振り回しながら、その警察が来て、なんだてめえみたいな、俺は悪いことやってないよってこう相馬引っ張られるっていう、俺はそれがドルさんを見る最後の枠だと思ってるね。その神回を残して去っていくっていう。そう、ドレのフリチン食堂。それは期待してるんだけどね。で、俺は毎回面会に行って、そのドレさんと、こう、ドレさんと会話をして、今のドレさんの近況を届ける枠になるっていう。正直者にしか服は、いや服は見、いや着てるだろうっていや着てないよって着てるじゃないかっつってマジ切れするドレさん、だからもう地方省のおじいちゃんみたいなそう、すごい面白い壮大なコントを仕掛けてくるんじゃないかっていう。そう、いつか、いつかやってくれる。5年以内に。神回。本当の神回。ワドさんの話聞いたらドレさん好きになりそう。いや、だから、その、ね、ドレさんが嫌われてるところとは、実は病気なんだって見ないとダメなの。この人はマジの病人なんだって。あ、要はね、頭がいいから病人に見えないの。その、だからね、ホラッチョからか川上みたいな、なんつうんだっけあいつ、ショーン・ケイみたいな感じの。要は、本人は病気で、本人も自覚ないパターンだから厄介の、向こうのアンチは。だから、なんていうのかな。病人なんだって見えるようになると、すごく、すごく面白くなる。そう。本人が認めない病人みたいな。そう。だけど、これガチで言ってるって思うから、多分本気で怒っちゃう人がいっぱいいるんだと思うよ。だって妻にゃんとか七色がいまだにドレさんのこと好きっていう妄想をよくできるなって思うもん、この状況でこの状況で
好きだからこそこんなことしちゃうんだよ彼女たちはって思えるってすごくない？プップクブーにも程あるだろ。そう、見る視点をドレさんに、ドレさんすごく頭いいしすごく知的だから、ドレさんの言うこと正しいって入っちゃうのが盲目なの。それを一歩外に出て俯瞰してみるとすごく面白い。ドレさんイケメンだよ、めちゃめちゃかっこいいよ、やっぱり背でかいし筋肉隆々だし、あのイケメンだよ、うん、モテるよ普通にしてたら。なんか紳士的なキャラに変えた方がモテるんじゃないかなと思ってんだけど、なんか若い女に異常に固執するからね。何なんだろうあれは。うん、俺はドレさんの容姿で生まれたらもっとモテる自信があるんだよね。うん、もっとなんつうの、もうほんとそれこそ金持ってるいい女が寄ってくるっていうか、30代とか20、多分ね28から38ぐらいまでの女にすげえモテると思うのドルさんって。うん、だけどその層を切り捨てちゃってるっていうか、その層が一番言われて嫌なこと、ババアとかなんか結婚しろとかそういうのを発言ボンボン言っちゃうから、だからその層を敵に回すのはもったいないなと思って、もっとなんか主婦受けする方に行った方が花火も上がるし、あの人だからその年上っていうのが有利だっていうのに気づいてないんだよね。コンプレックスになっちゃってるから、若ければモテんだろうっていう、違うよっていう、本当にああいうダンディーなキャラだからね、ショーン・コネリーとかのキャラに行けばいいんだよ。わかる、なんとなく言いたいこと。なんつうの、もうあの渋い系ハリソン・フォードとかさ、そっち系にシフトして、なんかおっちゃんなんだけどモテる人っているじゃん。そっち系でなんかお父ファザーコンプレックス持ってるね女性とか狙っていけばいいのにっていう、もったいないよね。そう、わかる、なんとなく言いたいこと。なんか年取っててもモテる人っているのにもったいねえなみたいな、そっち路線に切り替えたらドレさんは花火も上がるし女にモテまくると思うんだけど、なんだろうね。でもドレさんが好きな女ってバカな女多いかんな。なんかね、知的な女性嫌いなんだよドレさんって。俺そこが違うの。なんかね、 IQ 低い女の人が好きなんだよ。エンビーワード2、男は年齢むしろ武器になるのにね、もったいないよね。しかもそこの年齢層高くてインテリジェンス層って好きなのって金持ってる層じゃん。なのにそこ狙わないってもったいないよなって。だって年上であんなにかっこいい人っていなくない？ライバルいないから無双ができるんだよ。だって年が唯一近いのうなちゃんマンとかなんだよ。勝てるじゃん、ダンディーでパパみたいなさ、そのかっこいい年上の男性みたいなキャラ、もったいないよね。うん、昔はドルさんの糖質の話すると信じない人が多かったけど、今ああって感じでしょ、分かったでしょ。うん、そう、ドルさんは自覚がないから厄介な、思い込み強くて俺はまともだって思ってるから説得力があるのよ。で話も上手いから説得されちゃうの。でも今よくよく考えてみると、こういう会話とか俺の話とか聞いてみると完全に統合失調症状。未だにドルさん認めないけど、そこが面白いんだけど。そうだから、もっと客観的に見た方が可愛さが増すと思うんだけどね。うん、ダンディーな年上の女性めちゃめちゃ、男性めちゃめちゃモテるよ。うん、だからドレさんは結構そのなんか本来テルチャンピンとかについてるおばさま方を全部総なめできるそうなのに、もったいないよね。特に28とかの若い女の子で、うわドレさんかっこいいっていう人いると思うよ。もったいないよね。うん、独身で28歳でとかって金持ってるからね。うん、初見の時に思ったこと和道さんそのまま言ってる。いやだからマリオネさんが初見で見た時の印象、多分ね本人が気づいてないんだよ、武器だっていうのに。年を取ってるのがコンプレックスなのドルさんって。でも実はすげえ隠し玉っていうか、誰にも勝てないもの持ってるから。でドレさんその閲覧が取れるスキルがどんどん手に入ってるから、今そっち側にシフトしたって怒りゲーとか、だから閲覧下げてもいいから花火上がるようにシフトチェンジした方がいいよ。
あの主婦とかって怒鳴るの嫌いなの、女の人って。女のリスナーってうわーとか炎上芸だとしてもすぐブラウザバックしちゃうので、結構本気で怒ってると思い込んじゃうから、なんかもっと女性大事にした方がいいのかなっていう。なんかね、今ねちょっとあそこの囲いもちょっとおかしくなっちゃってるっつうか、ドレさん好きな層が若い男の子が増えてんの。なんか俺はドレさんの放送わかりますみたいな、なんかそのなんつうんだろう、若い30代以下の層がドレさんのこと囲い始めてる気がする、男が。で一部そのお金持っててドレさんと同い年かドレさんの上ぐらいの世代がそれを客観的に全部分かってて楽しんで支援してるか、どっちかだと思ってて、女性層全部焦がしちゃってるよね。怒ってるドレさんは怒るの似合わないんだよ、本当に。あの強い人だから怖いんだよそう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 、若い男は金落とさないから今落ちてきてるんだよ。だから本来は主婦勢っていうかね、30代半ばぐらいとか28から上から40代前半ぐらいの女性を多分逃してるんだと思うよ、うん、逃しちゃってるんだけど、まあ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 、うん、芋姉ちゃんの言う通りだよ、うん、だからね多分ねだんだんねその層が生理的に無理ってなっちゃってんの、ドレさんのこと。要はババアとか吠えたりとか、本人は冗談のつもりでやってるんだけど、それを本気で捉えちゃって、本来メインの囲い層になるところを敵にしちゃってるから、俺は票の取り方下手だなと思ってる。ドレさんは本来一番の囲いになる層を仮想敵に変えちゃってんのね。で若い女に暴露されるとか最も嫌がることなの、その層が。もったいない、もったいない、本当に。だって俺狙えない層だもん、そこ。翼さんはどつ、50代の上司モテてる人います、面白くて母性本能くすぐるの上手ね。えもったいないよね。でもね意外とその層、ドレさんがそれで苦手になった層がこっちに来てくれてるから、意外とありがたいっちゃありがたいんだよ。実はその俺とドレさんってすごく実は一緒のジャンルでやってるのね。でドレさんが嫌いな場合どこに行くか、ドレさんもともと好きだったのに嫌いな場合俺見に来るのよ。だから助かってるっちゃ助かってる、うん。どうなんだろうねロビちゃんね、うん、サオさんとかは切れても弱そうだが、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ちゃんまんは自分をその容姿を分かってるから、そのこれはやっていいっていうの分かってるのよ。で、あのちゃんと口が尖るとかあるじゃん。いや、おう。で、そのなんつうの、ちゃんと見せてるっつうかね。和道リスナーどんな層がいい？俺のリスナーさんはガチメンヘラなの。本当に障害者手帳持ってる層がメイン層の。だから思い込みがすごく強いのよ。本当の俺のファンって、あの社会的弱者が多いの。まずメイン層は。本当の障害持ってる人で、ここにすっごい好かれてるんだけど、これがめくれた時に厄介なの。だからガチアンチに変わるの、わかる？俺のリスナーはすっごい情が深くてすっごい素直なの。だけど本当のメンヘラだから、反転するとずーっと粘着するの、嫌い嫌い嫌いって。だから異常に固執するタイプなので、もう一つは実はもう一個の層を持ってて、メンヘラとか生活保護っていうその社会的弱者のメインの軸プラス、実は経営者が多いの。実を言うと、実は個人事業主経営者がすごく多くて、あのすごい花火くれてるのはそういう人たち、うん、すごく多いの。前からすごく多いっつっても、割合がすごく多いって意味で、全体の 10% ぐらいは実は経営の話とか宗教の話を楽しみにしてる。そのだけど、こういう話はメンヘラの層とか嫌いなの。だからすごく難しいの。すごく難しい。社会的弱者相手。いや、関慎吾は実は違うんだよね。関慎吾は実は違う。食堂はスマホにしても画質最悪なのはなんで？あのね、今パソコン壊れちゃってんの。で、パソコン買えないってすげえ悩んでる。誰か買ってあげて。
で、また間違えてんのが、MacBook が欲しいとか言い始めて、俺ダメだよって何回も言ってんの。レッツノート買いなっつってんだけど、なんか Mac 使いたいらしいね。ドレさんはもう、いや、Mac なんだよ、みたいな。Apple 信者なんだよな。もう配信会でレッツノートだって、もう答えは出尽くしてるよって。俺も Mac 使ってるけど使えないよってずっと言ってんだけど、聞かないの。Mac が欲しい、Mac が欲しい、つって。諸刃の剣通が、まあ、なんだろう。俺はもうそこは誰にもない個性だと思ってるの。要は本当のメンヘラの人たちが居つく場所って放送界ないのよ。だからここは結構その大事なところだと思ってるよ。その心とかハンディキャップを持ってるけど、和道さんとだったらなんか居心地がいいって思ってくれてる人がいるから。でも正直その層は金にならないけど、正直ならないけど、でもそういう人たち、俺も障害者だし生活保護だから気持ちが分かるのよ。楽しんでいってもらいたいの、そういう人たちに。もっとそう、マックありがとう、バガーありがとうございます。レッツノートは何がいいかって、まずタフネスなのと、あのバッテリーの持ちがいいのとっていう、その配信の軽いとか、もう答えが出てんの全部。レッツノートってむしろ配信者のための設計されたんじゃないかっていうぐらいすごくいい。もうむしろ逆にダメなところがないくらいの、くるくるのとこっていう、くるくるがよくわかんないけど、もう全員大手はレッツノート使ってて、パソコン買ってる人もやっぱレッツいいわっつって買い直すぐらいの。バガありがとう、みほちゃんもあまもちゃんもありがとう、パフェありがとう、ズバスちゃん。バッテリー、まあ全部だね。もうレッツノートしかないって言われてるぐらい。もうこれはもう新野町とかもうすごい何個も買い替えたり、エミさんとかもう全員、もうまあ緑さんとか力也さんとか、もう機材オタク系の人がもう全員言ってるぐらいだから。もう俺も Mac 大好きだから Mac ずっと使ってたんだけど、それでもレッツ使ってるぐらいの。俺本当は Mac 使いたいの。マガプレゼントありがとう、メガホンありがとう、オックン。 Mac は音楽とか動画、そう、そういうこと。そう、分かってないのよ。だから Mac 使いたいの、カッコつけたいの、女にモテたいの、ドレさんは。そこなんだよ。うん、トリネテさん風船10個ありがとう、メガホンありがとう、アマムさん。そう、多分やっぱ女にモテるイコールマックなんだよ、ドレさんの中で。そう、まあまあ好きなの買えばいいんだろうけど、もったいないよ。うん、マガありあメガホンありがとう、ズバスさんありがとう。わかりやすいよね。要はスターバックスとかホテルでマック使ってる俺って感じでしょ、多分。っていうかね、あのもっと原因があって、マックがなんで放送に向かないかっていうと、マックで開発されてる放送のソフトウェアが難しいの。要は Windows って汎用性が高いから、いろんなその使いやすい無料アプリがいっぱいあるのよ。だけどマックって使うの覚えるの大変なの、全部英語だったりするから。日本語ソフトとかがないんだよ。だから Mac 使いはすごく便利なんだけど、あのできることが増えるの、映像でも。例えばここイラストっぽいのに変えられるの、動画とかも。後でやってもいいんだけど、そう、プラグインとかツールの話なんだけど、そう、汎用性が高い。そう、もったいないんだよね。ドルさんは完全にもう Mac でドヤ顔したいだけなんだ。あ、風船30個もありがとう。アイテムいつもありがとうね、アマモちゃん。難しいところだよな。うん、俺はね、OBS。俺はね。で、Mac の場合はカムツイストだね。Mac 使うときはカムツイストっていうのを使ってる。これは OBS。商用ベースっていう感じじゃなくてね、なんだろう。一般人の使い、なんて言えばいいんだろうな。ちょっと難しいんだけど、商用ベースってわけじゃないよ。やっぱり使ってるユーザーが少ないから、ソフトの数も少なくなるっていう問題だと思う。
OBS いいっすよ。何でも、まあ、既存的なことは何でもできるけど、ただ、なんだろう、クロマキーとかやりづらいかな。まあ、クロマキーやる配信者なんて香川さんぐらいだから。香川さんも、まあ、凝ってるね、機材ね。ビルドインで後輩はどうしても入ってこないっていうか。花火ありがとう、ロービちゃん、花火ありがとう。ありがとうございます。OBS はいいっすね。やりやすいっすね。動画編集はもう Mac 一択だけどね。本当に。Mac が一番いい。花火ありがとう、ロビちゃん。ありがとうね。2発もすいません。ありがとう。洗濯物干してきて、あやちゃん。ドルさんからツイッターフォロー来てた。なんだろうね。かわいい認定なんじゃないの。ドルさんのタイプだったんでしょ、マメちゃんが。俺とパコらないかって意味だからね。ドルさんからツイッターフォローが来たってことは、ドルさんがパコらないかっていうのと、イコールだからね。イコールですよ。認められたんだよ、ドルさんに。花火ありがとう。タイプだったんでしょう、多分。どれガールズ認定でしょう。どうぞよろしくって。 ドルさんはパコりたい相手をフォローしていくんだよ。 完全な偏見だけど、まあ、あの人は昔からネット文化大好きな人だから、ドルさんは。ドルさんフォローバしてくれるから、フォローしないでされたんなら確定。ドルさんは自分からしていくタイプだよ。フォローありがとう。あ、フォローじゃない。花火ありがとう、ロビちゃん。3発もありがとう。いつもありがとうね。ありがとう、あやちゃんもありがとう。たまになんて、あやちゃんからたくさんいただいてるよ。ありがとうね、ロビア、あや。ありがとう。どれガールズ認定だね。ノルさんは結構自分からフォローするタイプだね。あとコメントも結構打つよ。配信脳だよ。昔からもう10年やってんだから。配信大好きなんだよ。そういうところ地味にやってる。バガありがとう。バガありがとう。そうそう。結構だからユーザー目線のところが強いよね。最近売れ始めたじゃん。半年でいきなり大手になったから、本人も戸惑いがあるんだよ。本人も。おう、ようありがとう。やれる女、喜ぶくるみたいに言うのもドン引き。あれは良くないね、ちょっとね。いや、だから本人は冗談のつもりで言ってんだけど、あれを言って許されるキャラなのかどうかを分かってないの。ドレさんは嘘でもいいから、なんか、何々ありがとうなって言って、なんつうんだろう、紳士的なキャラが似合う。つばちゃんメガホンありがとう。そう。なんかこう、そういうのが似合うのにもったいねえ、みたいな。そういうのは俺に言わせないとダメなんだよ。おい、ババアみたいなの。似合うんだよ、俺は。ユッキリン、ありがとう。おはよう。花火ありがとう、ユッキリン。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうね、挨拶代わりになんか花火投げてくれて。ありがとう。ありがとう。鳥になりたい。風船ありがとう。ありがとうございます。何が王手だ。何が王手だ。どういうことっすか。 ジョニーさん。なんかイヤンプとか、なんつうんだろうな。なんかピリッと皮肉の効いたジョークみたいなのを言いたがるキャラなんだよ。有吉みたいなのをやりたがるの。だけどね、あれはすっごい難しくて、ニコニコ言わないといけないの、すごく。おい、ババアとか、おい、ババアのくせになんだよみたいな、ニコ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 、ありがとう、パフェありがとう。
ありがとう。ニコニコ言うから許されるってあるじゃん。ヘラヘラ言うから。ドレさんはね、そう、怖くなっちゃうんだよ。ババアみたいな。ヒゲ伸びたね。うん、そう、毒好きキャラがちょっと似合わないからもったいないんだよね。うん。窓を笑ってこっちに手を振るたびに顔のパーツが真ん中に集まってしまった。うるせえわ。そうそうそう。俺はババアって言う、俺ババアって結構言うんだよ。俺言うんだけど、そこにすっごい愛情を込めて言い方を気をつけてるの。俺のリスナーはババアばっかりだよっていう言い方をすごく気をつけてて。毒舌って実はね、結構そのキャラ選ばれるっつうか、俺が言っても大丈夫なの、結構。ババアとかメンヘラっつってもみんな笑ってくれるし、当事者が笑ってくれるように意識してやってんのよ。だけど、ドレさんはね、似合わない。ドレさんは嘘っぽいぐらいね、紳士的でいた方がね、いいよ。俺そっち側やれるんだったらやりたいもん。俺はできないの、それ。嘘みたいな感じでやった方がいいよ、本当に。うん。そう。あやのサムネいつ見ても綺麗だよなとか言ったらあやとか喜ぶタイプでしょ。あや嬉しいでしょ、ドレさんに。あやいらっしゃいって。お前のサムネはいつ見ても可愛いなとか。嘘でもいいから やられたら絶対あやちゃんとかは囲うよ。俺そうだと思う。わかんない、あやちゃん。言われたいでしょ。嘘でもいいから。うん。わかる。あー、また来てね、みつけ。いってらっしゃい。頑張ってね、仕事。うん。俺はね、イラッと来ないのは、その、なんだろう、結構テクニック使ってる。まあねえでしょ。でしょ？花火ちょっとお世辞でも嬉しいってなるでしょ。私はお前ペンギンじゃねえかよ。褒めるところねえわ。お前海辺のペンギンじゃねえかよ、お前。どうやって褒めんだよ。うんこちゃん、香川純一は毒吐いても何でもトーク力あるな。まあそこは腕だよね、やっぱ。やっぱあそこのクラスになると、もううまいよ。うん。褒められたら嬉しいよね。で、それが似合うキャラって少ないんだよね。そう、褒めキャラはね、嫌味になるから、そう。そう、ガチで言ってるかもしれない恐怖はね、もったいないんだよね。ドルさんがやりたい方向性はわかる。正直。ただ、キャラが合ってない。そう、年齢と胸のサイズを一番聞いちゃダメなんだよ。逆に、それが許されるの、荒野とかなんだよ。初見ですって可愛い女の子のサムネが来た時に、おっぱい何カップなんですかって荒野が言っても許されるの。そう。そう。許されるじゃん。だからね、キャラ問題って難しいよ。俺は逆に、その下ネタは気をつけてんの。実は下ネタ結構面白いでしょ？下ネタは女の子とかが嫌がる方向に持ってかないの。いや、キモって、俺結構下ネタ得意なんだよ。下ネタ得意なの。だけど、女の人に受けてる下ネタのやり方をやってるの。そう。それはね、要はね、女の子が嫌がるような下に持ってかないの。うん。女の子が好きな下ネタってあるんだよ。浅井さんの対応できるんだから、和道さんは誰にでも対応できる。あ、そうそう、浅井さん来たよ、この前、おととい。夜来たから、明るい時来てってお願いしたんだけど、浅井さん来たよ。仲直りできそうだよ。和道さーんって言ってたよ。玄関で。のりこさーん一緒に仕事しましょうって玄関で叫んでたね。夜中。のりこさーんつって。浅井さんやめてっつって。夜中だからっつって。どうしてですか？どうしてですか？って言ってた。配信外でそんなことされてもね。ペンギンだって飛びたいね。ペンギンかわいいよね。年上の方ってエロネタ、高田純次系。いや、高田純次は違うよ。高田純次の下ネタは万人受けする下ネタだよ。うん。うん。髪乱れるよ。浅井さん実際髪乱れるぐらい叫ぶかんな。だからね、キャラって難しい。で、キャラとトークをガッチガチに完成度高いのがうなちゃんマンとかだと思う。本当に、どう見ても天才なの。なんだろう、狙ってやってんのか、なんかたまたまなのかわかんないけど、もう、持ってる容姿、生き方、経歴、で、発言のギャップみたいな、もう、パーフェクトなんだよね。もう天才だろ、みたいな、この人っていう。
佐野智則はマジでね、配信会が生んだモンスターだと思ってるから、あの人に勝てる人いない。うん、あのままライブキャラだといいのにな。そう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 、もったいないでしょ。そう、アマモちゃんは多分実際見たね、あってすごい好感度上がったはずなんだよ。ハドルさんいいなって思ったはずなのに、そう、もったいない、損してんだよね。うなちゃんマンはいつ見ても面白いからね、正直。パフェありがとう、ロビちゃん。仕事頑張ってね。ありがとう。そう、うなちゃんマンはいつ見ても面白いんだよ。外れ枠が存在しないっていうのがね、結構すごいことなんだよね。いや、面白いよ。なんだろうね。そう、何やっても面白くなるようにもうなっちゃってるから、ああ、もう天才っているんだなって。俺だから、うなちゃんマンマジで、その、本当に、なんだろう、勝てる要素がない。何やっても面白いっていうか、そこまで作り込んでるからな。あれ天才だよな、本当の。いや、花火投げてって言ったら投げてもらえるじゃん。だから、リスナーとの信頼関係がすごいんだよ。おはよう、解放。歯がない、金がない、不可視、それだけで面白すぎる。それだ、あのね、なんだろうな。俺がさ、一番好きだったのさ、そう、ドレさんと喧嘩してる時に女が泊まり込んできて、もうすっげえテンション上がってるちゃんまんが、女の子のお尻とか、もう、バン覚悟とかじゃなくて、おい、ドレ見ろよみたいな感じで、もうドレさんに対する当てつけで、おら、おい、いい女だろっつって、お尻とか見せてて、バンになった時、具が見えてバンになった時、俺は大爆笑したけどね。もう要は俺はモテるんだぜみたいな感じで、もうヒャッハーってなってんの。で、明らかにドレさんに対する当てつけでやってんのよ、あれ。あれはもう神だなって思ったよね。バーガー、おお、すげえ。バーガー100個ありがとう。すげえ、バーガー100個。いや、すげえ面白かったよ。もう、若いお姉ちゃん、お尻プリプリスタイル良さそうな女の子が寝てて、ベッドで後ろの。でも、お尻見せてて、やめてーみたいな感じで。あれは思うよ。具が見えて速攻版になったっていう。あれはすげえ面白かった。音を消して見てても面白いですよね。うん。それはベジョ太郎さんが言ってて、ユイガと佐野は音を消してても面白くて、なんか爬虫類みたいな動きなんだって。こう動くんだよって言ってたよ。うん。ワドって、この二人は面白いんだよ。ユイガもちゃんまんもよって。こうやって動くんだよって。何もしてねえのにすごいこう動くんだよって。俺らもこういうとこ見習わねえとな、つって。ずるいよね。もうずっとこうやってんだって。って、うん。すごいよね。あのね、ニコ生勢は面白いね、やっぱりね。ニコ生でやっぱり、揉まれたやつは強いよ。うん、どの層にしても。ニコ生である程度行ってる、ニコ生で中堅以上だと安心感が半端じゃないよね。枠を見てて。うん、あ、そうそう、ペコちゃん人形みたいな。うん。俺はそれあると思う。うん。あ、ありがとう。相手してくれんの？いらっしゃい。楽しんでってください。うん。ありがとうございます。楽しんでってね、X さん。うん。キャラクター濃いよね。うん、濃い。うん。ニコ生勢は強いよ。揉まれ方が半端じゃないから。うん、あと、やっぱニコ生リスナーも強いよ。強い。えげつないぐらい強い。コメント力、コメント戦闘力が、レベルが違う、うん。天才だよね。やっぱツイキャス上がりだなっていうの分かるもんね。ふわっちから上がってきた、ツイキャスから上がってきたって分かる。うん。なんかその、囲われ系だよね。ツイキャスとかふわっちは。圧倒的に囲われてる。えげつないぐらい。うん。放り込んでくるのうまいよ、ニコ生勢は。そう来たら攻めようがないわ。これがスキルだよ。X さん、これがスキルだよ。あのね、俺は分かってんの。うん。
そう、もうね、X さんは負けた。あのね、実はね、アンチを囲いに変えるのって本当は簡単なんだよ、うん、下から行くの、下から殴るの、うん、あ、来てくれたんすねって花火ありがとう、匿名さん。これはね、実はニコ生から学んでて、おいてめえ、寄り目この野郎っつったら、あー来てくれてありがとうっつって、寄り目だからコンプレックスなんだよねとか、そういうね、もう知ったから行くとね、すごいオーンってなって何もできなくなるっていう、これ結構ね、あの重要な技なの。でもね、あんまり使うとキャラが壊れるからあんま使わないワドちゃんの喋るスピード遅くしたらいいってアドバイスくれた。すっごい的確だった。俺ね、ニコ生時代めちゃくちゃ3倍速ぐらい喋ってたので、もうとんでもない情報量で喋ってたの。30分枠で誰よりも喋り倒すみたいな、もう本当にびっくりするぐらい聞き取れないの自分で。で、うなちゃんマンにその初期の頃、初めて半年目ぐらいで伝突かけたら、おう、お前喋りうまいよって、頭の回転もいいよって、だから3倍遅く喋ってごらんって、君雑談できるようになるよって、3倍、君が考えてる3倍遅く喋ってごらんって、俺言ってる意味わかんねえと思って。でもよくよくタイムシフト見たら早すぎて、なんだろう、結構疲れるんだよね見てて。そう、おはようございます。持って生まれた才能も大事なんだけど、結構技術的な部分はあるかもしれない。卵かけご飯美味しいね。うん、ゆっくり食べて。あの、手のひらで1分間温めると美味しいよ、卵かけご飯は。いや、あれはすごいアドバイスで、俺からするとね、もう本当にあの一言は配信変えたなと思って、俺の配信全部一言で変えてくれたなと思って。エミさんも結構そういう言葉をもらったんだけど、シャンマンのあの3倍ゆっくり喋ってみろって、っていう、それだけで変わるぞって言われた時に、実践すっごいかかったの、時間が半年から1年ぐらいかかったのよ。でもすごく、だって今ね、声聞きやすいとか寝れるって言われるんだよ俺の放送。声聞き取る、声いい声ですねって、あの、ね、寝落ち最高ですって言われるのよ。で、今そう言われるのに、昔なんて言われたかっていうと、声が嫌い、喋り方嫌いって、声が苦手って言ってブラウザバックされてたの。これ本当なんだよ。だから実はこのゆっくり喋るとか、その語り、なんつうんだろう、問いかけるように喋るとか、結構意識的に変えてるんだよね。うん、そう、それはね結構重要だった。あと俺がね、やっぱりね、大事だなと思ったのは、女性リスナーに好かれるっていうのは結構大事。あのね、実はメインの母体になってるのは、俺男性リスナーが多かったの。おっちゃんのリスナーが多かったの。で、すっごい可愛がられてんだけど、あのね、女性リスナーを取り込んでるやつは強いね。うん。相乗効果がすごい。女の人がね、こうコメントが自然と流れる空気だと、男の人も結構柔らかくなってくるの。トゲがなくなってくるのよ。だからいい空気になるんだよ、女性がコメント打ちやすい放送って。荒れないの。不思議なんだよね。で、男性ばっかりの放送になってくると荒れた時にね、結構厄介なんだよね。だから女性リスナーの、特にその若いキャピキャピ層とかじゃなくて、主婦層とかお姉さん層って呼んでんだけど、その27歳からやっぱその上のお姉さん方に可愛がられないと生き残れないなっていうのは3年目くらいで意識したかな。女性に好かれようっていう、まあそれがのんちゃんでもあるんだけどね。のんちゃんのそうだよね。だから、卵をね、手のひらで温めるの1分間、本当に美味しくなるから。鳥になりたいさん、やったことある？これみんな試してみて。
1分間手のひらでじっくり温めるの、人肌まで。卵かけご飯が抜群にうまくなる。そう、一回その色恋とかを抜けた世代っていうか、そのなんつうんだろう、女の楽しみが一回終わって深掘りしていく世代っていうのかな、手が冷たいでしょでも絶対美味しくなるから、1分間我慢するだけでこんなに味変わるのかっていう。よくよく考えたらね、卵ってね、常温で食べてるわけじゃん、生物って全部。卵食べるときはこんなに美味しいんだっていう。卵は常温は基本、卵は冷えてたらまずい。美味しいよ、卵かけご飯でこんなに味変わるんだっていうぐらい、黄身のね濃厚さが際立つんだよね。だからそうだね、やっぱりその主婦層とかお姉さん方の層にすごく愛されたいなと思う。リスナーに嫌われない彼女っていうかね、彼女に対する接し方とかはすごく敏感だと思ってて、俺は別にその彼女、あのリスナーさんに向かって彼女にのんちゃんアピをしてるわけじゃなくて、女性って女性に対する扱い方にすごく敏感だっていうのは前から思ってる。で、なんだろう、結構見えるんだよねそれって。うん待ってるよ X さん、俺のレベルが上がったら相手にしてね、待ってるよ。リスナーに嫌われない彼女、でもそののんちゃんって実はすごくそこ気をつけてると思うよ。あのなんだろう、本当はその女性リスナーのコメント嫉妬深いから嫌なんだけど、実はそのなんていうのかな、女性に和道さん愛されてるっていう部分とかもすごく意識してると思うよ。うん、のんちゃんエクステ可愛かった。俺はなんかあの泣いてるのんちゃんかわいそうなことしちゃったなと思って、すごいやっぱ女の子なんだ、女の子っつうか女性なんだなと思って、のんちゃんがマックツーゲーエクステビーンってなってエクステつけてここに座った時にさ、俺は笑っちゃったのよ。なんかそのドヤーみたいな顔が、その顔で笑ったわけじゃなくて、そののんちゃんが可愛いでしょっていうアピールがもう面白くて、笑っちゃったらのんちゃんがここでうる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 泣き出しちゃって、あーちょっと傷つけちゃって、かわいそうなことしたなと思ったけど、ふわっちを支えてるのも F2 層だという、あーまあまあそれはあると思うよ。うん、だから実はその閲覧があるっていうのは、実は最近増えてきたキッズの層だと思ってて、キッズの層に受けたとしても閲覧が増えるだけなんですよ。収入は絶対上がらない。だからあんまりその閲覧ってなっちゃうと、面白いは面白いかもしれないんだけど、お金持ってる層がつまらないと思ってるの。要は落ち着いてる放送とかラジオで聞ける放送とか、なんか多分今それこそね、朝食作ったり洗濯物しながら聞いてくれてる主婦の人とかがいるから、その人たちに支えられてる放送っていうのを意識してるから、あんまりそのなんつうんだろう、アンチが多い放送とか怒鳴り合いする放送とかくだらない議論とかをすると、この大事な層を逃すっていうのが俺の考え方で、確かにこのお金投げる層は少ないんだよ。アイテム投げる層って要はゆとりがあったりとか、生活にゆとりがある、心にゆとりがあるで、荒れてる放送じゃなくて豆知識であったりとか、そうくだらない話とかが好きなわけじゃん。そう、焼き鳥は塩かタレかっていう方が好きなリスナーさんたちって珍しいんだよ。でもこの層っていうのを大事にできなかったら、もうそう食っていけないっていうのは俺は分かってるね。ここをターゲットにするっていう、完全にこの人たちとやっていくっていうのは意識してる。で、なんでかっていうと、そこをターゲットにしてる配信者ってあんまいないから、もうそこにだけに特化してやろうっていう。で、数は少ないから閲覧は負けちゃうのよ、正直言うと。コメントも走るタイプじゃない、静かに居心地がいいのを求めてる人たちにやってるから。だから複雑だよねちょっとね。
かわいそうなことしちゃったんだよ。なんで、怒られたよリスナーさんに。もう和道最低って、女の子そういうことをなんで笑っちゃダメだよ、綺麗だよって言ってあげなよって。俺はそののんちゃんの顔を笑ったわけじゃなくて、そののんちゃんがそのエクスつけてつけまつけて、和道さん可愛いでしょ私っていう顔を、そのキャラが可愛くて笑っちゃったのね。普段そういうことしないから。で爆笑しちゃったらのんちゃんがうる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 泣き始めて、メガホン10個ありがとう、付箋もありがとう、そう、マーケティングは、だからそのやっぱり金梅さんとかうなちゃんマンとかああいうスタイルには勝てないから、どうやって生き残ってこうっていうのは常に。ゆっくりも風船ありがとう。そう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 、でも実は息が長いのはそこだと思ってるんだよね。風汗ありがとう。ターゲットを絞るの大事だよ。どこの層に向かって。普通の配信者はどう考えるのかっていうと、ニャコーハートありがとう、いらっしゃい、おはよう。普通は人口の中で一番受ける大衆向けにやるべきなの。いや、くだらないこと、警察沙汰大好き、揉めること大好き、頭の悪いコンテンツ大好き、いや揉め事、喧嘩沙汰、色恋沙汰、これは実は正解なんだよ。やるのらしさも大事にしつつ、そうそうそう、キャラも大事にしつつね。でそれをなんで俺がやらないかっていうと、それは大衆向けなので、大衆でこの層が好きなのって絶対お金持ってないの。わかる？人は集まるの、コメントも走るの。だけどそこで勝負するってことは金梅さんと殴り合いをするの。勝てるわけないのよ。金梅さんはそういうなんつうの、閲覧特化型、大衆特化型の神にいるところだから。でそこで金梅さんとやり合うっていうのはダメなのよ。だから俺はそのそっち側で勝負したらダメだっていうのを1年目とか2年目に学んだのね。炎上芸とかもできるの。そうできるんだけど、やったら金梅さんと戦うことになる。勝てないよね、気違いさせたら。だから誰と戦うのか。で俺が意識してたのは、誰も戦ってない層で、求めこういうのを求めてる人がいるっていう層を縫っていったの。そこで現れて厄介だったのがドレさんだったのよ。俺は誤算だったの。ドレさんはもっと伸びないと踏んでたの。この人面白いと思ってた。だからね、ドレさんとコラボしたのね、実はね、敵に塩を送っちゃったんだよ俺は。俺はドレさん出会ってよかったと思ってんだけど、完全にドレさんが俺の上位互換に変わっちゃったんだよ、ふわっちの中では。俺の中で大誤算だったね。要はこんなに人気出ると思わなかった。こんなに喋り上手くてファン層、要はね、うちのリスナーもごっそり持ってかれてんのよ、ドレさんに。まあ帰ってきたりしてるからいいんだけど、もっと早く帰ってくると思ってた。だからね、ちょっとドレさんの活躍は誤算だったんだよね、正直言うと。結構早くいなくなってもらわないと困る存在だよね。あのね、それはね、なんでかっていうとね、年齢補正が強いのよ。なんて言えばいいんだろうな。年齢ってすごく大事なの。俺多分ね、40代になったらね、すごく許されると思うよ。要は尖ったこと言ってる、きついこと言ってる風に見えるじゃん。生意気に見えるの、多分。そりゃそうだよね。40歳とかさ、50歳の社長たちじゃん、金持ってるの、おっさんたち。お前若いくせに苦労もしてねえんだ、何生意気なこと言ってんだよ、もっと苦労しろよって。おお、うまいね、いらっしゃい。アカウント変えたの、おはよう、これからもよろしくね、フォローよろしく。アロイス、いらっしゃい。サムネ変えたね。そうだから俺は配信者として一番実りがあるのは俺の中では40代。そう、そこに向けて着々と先手打ってる。40代だと何言っても絶対許されると思う。メガホンありがとう。アイテムありがとうね。メガホンありがとう。
難しいよな、うん、だから荒野とか実はね本当は苦労してると思うよ。あの金梅さん光くんの介護感じゃん。光くんはそのもう上位語なんつうんだろう、金梅さんと並べるようになったからすげえと思ってるの。だけどね、荒野が光くん抜けるかって問題があるのよ。要は深夜町金梅さん光くんがいないと成立しないコンテンツになっちゃってるの。本人気づいてるかどうか問題だとして、うーん、独り立ちできてないでしょ荒野は。荒野だからピンの放送に特化した方がいいと思う。そう、継続するのは難しい。流行りもんだから、あれは。新しいおもちゃが見つかったらどん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 他行くよ。うん。駆け出しっていうか、なかなか売れない人はどういう姿勢でやっていけばいい？あ、もう簡単な、もう、あ、なるほどって、カメを納得っていう答え1個ある。あのね、面白いから人集まるんじゃないよ。長くやってるから人集まんの。そう。だからあの今ポンと出てきた人ってすぐポンってすごいスピードで落ちるから、ポンって上がった人、愛子さん、誰々っていろんな人いるでしょ。ポンって上がった人、ロハコさんもそうだよね。ポンって上がったらポンって下がるの。だから積み重ねを大事にした方がいい。ポンって上がるのは俺らからすると危険なことなの。炎上してる状態だから、急にトレンドが来てる一発屋の状態なので、ポンって上がってそれをずーっとポンポン上げ続ける人って、これが本当の天才タイプなの。これできたの金梅さんだけ。配信会でポンボーってずーっと逃げ切ったの。だけどそのポンって上がると大体がポンって下がるの。だから継続継続継続で、ゆっくり上がった人はゆっくり下がるの。うん、わかるでしょ。だからポンって上がって天狗になってる人は危ない。本当に絶対こうなる。でやめる、減らってやめる。もう耐えらんないよ。一回その閲覧が上に行くと、チヤホヤされる、女パコれる、金はもらえる。で、天狗になる。下がったのいろんな人見てきたから。もう耐えられないの。要はもうその意識があるから。俺は上だっていう。そう。だから、その、面白いことやってたり、継続してたら絶対にファンがつくから、そのファンを絶対に大事にすること。そのファンだけは絶対に逃さないこと。継続継続、うん、だからその簡単な話、俺よりも配信時間長くすりゃいいんだよ。5年間やり続けてごらん。俺より面白いやつなんか腐るほどいるから。俺より面白いやつだらけなのよ。閲覧200取る方法簡単だよ。毎日10時間以上毎日毎日5年間やってごらん。絶対俺より閲覧取れるよ、このふわっちにいる若手全員、うん、それができないだけ。簡単に言ったら喋りが上手いとかどうとか関係ない、うん、和道さん興味湧きました。ああ、ぜひぜひフォローしてください。ちいこさんよろしくお願いします。うん、ロハコさんはキスする前から実はもう売れてた。ドブノリさん、みどりさんの枠でブレイクしたの。そう、キスしたからじゃないよ、落ちたのは違う。メガホンありがとう。だからボンって上がったらボンって落ちる。1ヶ月でボンって言った人は1ヶ月後ボンだから。すっごい厳しい世界だよ配信会は。だからそれをブームとかトレンドって言うんだよね。アフォローありがとう、よろしくね。継続は力なりっていうかね、あのね、リスナーさんはね、ぶっちゃけた話、安心感が欲しいんだよ。暇つぶしだから、悪い意味じゃなくて、リスナーさんの暇つぶしのおもちゃでしかないから。だから長くやってるっていうのが一番のブランドなんだよね。安心感があるの。知ってる人を見たいから。知らない人を見るのって勇気がいるの。当たり外れがあるから。うん。そういうこと。みどりさんに可愛がられるっていうのはニコ生では最強の武器なのよ。うん。うん。最高の武器なの。
だからもうキャラクターがハマったんだよね。まあロハコさんはもうキャラ抜群だからね、うん、消えるってわけじゃない、閲覧が誰がどうとは言わない、ボンって言った人はボンって落ちるっていう、もうこれはその絶対の法則なの、うん、そういうもんなの。これはリスナー大事にしてるっていうよりも、リスナーがいないと俺が成り立たないぐらいの感じですね。だから和道っていうのは俺一人で培ったものじゃなくて、むしろ逆にみんなが見てくれるから俺が俺でいられる状態なだけなんですよ。簡単に言うと痛いおっさんなんだよ、32歳の働いてなくて32歳の痛いおっさんなんだけど、200人が見てくれてるから成立するコンテンツなの。そうだから、そのみんなで和道だぜ、お前らも和道だぜ、わかる？お前も和道だぜ。おはよう、モカちゃん、花火ありがとう。 We are 和道、 We are 和道、 Repeat after me、 We are 和道。いやでもそうでしょ、もうリピートアフターミー、そういうことだと思うよ、うん、だって配信者なんか全員さ、男の配信者なんか痛いおっさんなんだから、うん、リスナーさんいなかったらただのウィアワード。イムタさんいらっしゃい、だって閲覧3とかで俺が今のトーンで語ってたら痛いやつでしょ。リスナー大事にしてるんですねってコメントにならないでしょ。痛いなこのおっさんって、なんでしょう、いたたたたたたたって、うん、We are ワドっつって、うん、でもまあそのリスナーさん大事にできるのは配信者として最低条件だと思う、うん、ここは乗るところだろう。ここで乗れないのが、あの、日本人の恥ずかしいところなんだよね。みんなでやると面白いのにね。うん。要は、ディズニーランドのパレードは一緒に踊るもんだよ。あやちゃん、初見さんいらっしゃい。ハートありがとう。うん。よろしくです。もし面白かったらフォローしてね。よろしく。フォローありがとうございます。うん。和道さんの声素敵ですね。いや、これはだから、うなちゃんマンに言われたんだよ。うん、声すごく声がダメだって言われてた、実は本当に。だからびっくりしてる、ふわっち来てからすごい声いいねってよく言われるから。風船ありがとう、鳥になりたい、鳥になりたいさんありがとうね、うん、ちょっとシャカトペコのお水変えてもいいかな、ちょっとあのお水と餌変えてもいい、朝が来たから。シャカとペコってね、あの僕かかってる鳥さんなんだけど、ちょ空気入れ替えたり、ちょっとお世話だけさすね、この二人の。コロンありがとう、風船。ちょっとシャカでも眺めてて、ペコと。こっちがシャカでこっちがペコね。ペコおはよう。今カゴの中に入ってるのがペコ。おはよう。はい、おはよう。ペコも帰るから順番ね。はい、ペコも帰るよ。ペコおはよう。ペコ。おはようおはよう。はい、ペコね。仲良しね。仲良し。はいはい。はいおはようおはよう。
はい、ペト。はい、ペト。おはよう。いい天気だね。ああ天気いいね。はいペト。はいはい。結構綿出しちゃったね。リスナーさんに見てもらおうか。ペコ。はい、お待たせ。はい。はい、お水。はい、次ね。ペコね。
はい、お待たせ。はい、お水。はい、今度ご飯ね。はい、ご飯。食べた。仲良しね。はい、食べた。あなたは釈迦でしょ。あなた釈迦でしょ。
か、うん、寒いよ。はいペコ、はいご飯いっぱい食べて、実写かね、今作ってるから待って、ご飯作ってるよ、待ってとか、釈迦の分もちゃんとあるから、うん、釈迦はほら薬があるから待って、すぐ作るよ、待って、薬あるでしょ、薬病院でもらってきたやつあるから、はいはい待って出ないの、ペコ、何どうしたの、音波がいいの、なんで怖がんの、ペコ、何なんで怖がんの、ペコ、あれ、なんだろう、ペコどうしたの、音波がいいの、なんでそんな怖がんの、ペコ、これだよ、ペコ、何が怖いの、ペコ、俺だよ、俺、何怖いの、ペコ、なんで怖がんの、何どうしたの、ペコ俺だよ、俺おいで、なんでモンちゃんがいいの、なんでそんな嫌がんの、どうしたのペコ、なんで嫌がんの、どうしたの、どうしたのペコ、モンちゃんじゃないと嫌なの、困ったな、
ペコペコおいで、ペコ何どうしたんだろう。困ったな。ペコペコペコどうしたの、どうしたのペコ、なんで嫌がんの。ペコペコペコ大丈夫だよ。どうしたの、なんでそんな嫌がんのペコ。なんだろう。ペコペコ、あー参ったな。嫌なの。参ったな。どうやらペコに嫌われてるっぽいな。あー、アイテムたくさんありがとう。ペコ、ペコに嫌われてんな俺。のんちゃんベッタベタだから、ペコはあんまり好きじゃないらしいね。いや普段はすぐ来るんだけど、アイワカツ普段は来るんだけど、なんだろう、ペコが俺一人だと出てこないね。やけどじゃなくてね、なんつうんだっけ、羽をむしるんだよ。自分で。いつもカブズしながら、あ、ダルシムさんもありがとね。おはよう、ヤナラッキー。うんこさんいらっしゃい。いや、参ったな。何なんだろう。ペコ、いや、あのね、のんちゃんにしか反応しなかったから、ショックだわ。ちょっとショックだわ。釈迦はね、逃げたりしないんだけど、ペコはのんちゃん大好きだから、俺のこと嫌いなのかもしんない。ペコ。いや、釈迦は大好きだもんね、俺のこと。ショックだわ。嫌われてるね、完全に。完全に嫌われてるわ。ショックでしょ。飼い主俺だよ。いや、へこむでしょ。俺が餌代出してんだぞ。なんで俺嫌われてんだよ。何が嫌われる要素があるんじゃ。なんで飼い主嫌いなんだよ。あ、のんちゃんがベタベタに育てちゃうから、のんちゃんの方が立場上なんだよ、ペコにとって。やられたよ。のんちゃん大好きな、のんちゃんいなくてへこんでんの。鳥ってすごく敏感なのね。のんちゃんいなくてへこんじゃってるわ。のんちゃんより上の方が、俺の方が立場上だかんな。ペコ手に乗らない、のんちゃんがずっと餌あげてたから。もうのんちゃんのは返事するんだけど、俺のことは返事しないんだよね。いや、違うの。もう、のんちゃんがお母さんになって、さあ、のんちゃん、だから、ペコ、1ヶ月間、ペコペコってやってる間、セックス1回もしてないんだから。ちょっと家庭内が大変なことになってたんだから、ペコが来てから。のんちゃんがお母さんになっちゃって、顔が。触らないで、みたいな。そんな感じじゃないけど。セックスレスになってたんだよ。のんちゃんはね、家帰った。この前、相談があるって酔っ払って言ってて、2日に1回しか来なくなった。まあ餌をくれる人の方が好きだわな。残念だよ。参ったな。まあしょうがないよな。動物は素直だからね。年子の娘っていうか、鳥はすっごくデリケートだよ。すっごくデリケート。めちゃめちゃデリケートだわ。鳥はだけど可愛いよ。鳥は美しいし、
ペコはな、ペコにとって多分一番下なの俺だね。のんちゃんが一番上で、釈迦も好きなんだよ、ペコは。釈迦がペコのこと大嫌いなんだけど、いつも喧嘩になるんだけど、ペコはね、ストーカーって呼んでんの、のんちゃん。そう、釈迦のことずっと追っかけまして、釈迦にね、喧嘩、釈迦喧嘩売られてると思って喧嘩すんの、この二人。大変だよ。まあ、家庭内ぐっちゃぐちゃだから、今。我が家は。あ、インコいるの。かわいいよね。鳥はやばいよね。鳥なんでもっと増えない。文鳥とかね、すごいみんなが考えてるよりめちゃめちゃかわいいのに、文鳥。なんかインコはなんか敵なんだよ俺にとって。なんかいつもインコですかって言われるの。文鳥だっつの。インコの方が有名なんだよね。可愛いよね鳥ね。びっくりするぐらい頭いいよね。ビビるぜマジで。賢いの。あと飛ぶとき感動する。風を切るんだよね。いやインコは敵だよ。なんかインコの方がメジャー権を取ってるから、なんか鳥飼ってるんですね、インコですかってコメントくんの。文鳥だわっつって、うん、ピッつって。鳥は賢いよ。こうやがなんでメンヘラってみんな鳥飼ってるの。ふざけんなよお前、俺のことだよ。なんだみんなって。お前、俺を名指してるようなもんじゃねえかよお前。ひどいディスだな。うん、ペットショップ通いで。やっぱね、自分で飼うと文鳥ですよ。自分で飼うとね、すごいよ。感動するよ。感動する。え、なんでペコを懐かなかったんだろう。え、今マジでショック受けてんだけど。もう1ヶ月ぐらい一緒に生活してんだよ俺。なんで部屋クソだらけで臭そう。いや、文鳥はうんこそんなしないし、臭くないよ文鳥のうんこは。正直言うと俺結構ペットショップの匂いとか苦手なんだけど、あれ犬猫だね。鳥は匂い全然しない。鳥だけ飼ってるとわかるよ、鳥の匂いはない。ね、文鳥の特徴なんだけど、お風呂に入んのよ。初見さんよろしく。臭くないよね。そう。鳥の匂いってほとんどないよ。連れてくるわ。文鳥かわいいよ。鳥のうんこ臭くない。結構どうしたの？なんで出てこないの？シャカおいで、遊ぼう、おいで、シャカおいで、おいで、よし行こうさ、ペコおいで、ペコ、なんで嫌なの、おいで、おいで、何嫌なの、遊ばないの、ペコ、シャちゃんいるよ、シャカがいると来んのかよ、おいで、おいで。シーカー、ペコ。シーカー、いいか、いいか。はい、遊ぼう、遊ぼう。はい、遊ぼう。あー、シーカー、いいか、いいか。ペコ乗っかったわ、よかった。これがペコ。これペコ。かわいいでしょ。今ね、ちょうど大人になる時期で、頭がハゲ始めたね。まだヒナなんだけど。
もう大人になってオスっぽくなってきたよ。よし、いいか、喧嘩しないのよ、喧嘩しないよ、喧嘩はダメよ、喧嘩は。かわいいでしょ、まだスリム。うん、よし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 、うん、よしよし、かわいいでしょ、2人とも、うん、ペコとかわいいでしょ懐いてこうやって、よし、あ、そっか、羽の生え変わる時期だから、あれだ、イライラしてんだ。白になんない、こっちはクリーム色になる、シナモン、白、痛い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 、よし、おい、あー、ダルシムさん、パフェありがとう、すごい懐いてるじゃん、下か、おはよう、米付きバッツさん、久しぶり、そうそう、釈迦は真っ白で白文鳥で、メガホンありがとう、ツンツンじゃない、髪癖がついてる今、ちょっと頭の方はげてきてるけどね、で目が真っ赤なの、こっちは、こっちはオス、目が真っ赤、かわいいでしょ、モフモフだぜ、あ、羽ちょっとはげてきてるね、つらいね、ペコはあれだ、イライラしてんだ。風船ありがとう、バカありがとう。うん、釈迦は、まあ、もう4歳だからね。まあ、ババアだよ。うん、人間で言うと38歳ぐらいかな。うん、ね、あ、ダメ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 。ダメ、ペコ。あー、ペコダメよ。シャツさん。あ、ごめんごめん、釈迦。ごめんね。見て、うん、ショックだったね。釈迦、釈迦、うん、釈迦。大丈夫、大丈夫。おいで。うん、嫌だったね。シャカペコ大嫌いなんだよ。あ、ダメダメダメ、喧嘩ダメよ。喧嘩しないよ。うん、よし、いいか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 。ペコ嫌いなんだよ。ペコが追い回すの。こっちおいで。手のひらおいで、ペコ。あ、もうシャカに、シャカのところ行こうとしてる。うん、シャカ好きなんだよね。シャカがね、嫌いなんだよ、ペコのこと。あー、行っちゃった。ダメ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 よ、ペコペコ、こっちこっち、あーしよしよし、ペコ、スパイダーマンやめなさい、ペコ、スパイダーマンやめなさい、スパイダーマンダメ、ペコ、こっちこっち、あーし、行こう、うん、鳥はすっごい上下関係あるよ、すごい敏感、合わない子はもう殺し合いするぐらい嫌い、そうで、釈迦は自分のこと人間だと思ってるから、あの、なんつうんだろう、なんか変な動物に追い回されてるみたいな、なんだお前みたいな、鳥のくせに、釈迦はもう友達だと思ってるの、あ、釈迦じゃない、ペコ、はい、釈迦おいで、あーし、いいかいいかいいか、釈迦おいで、釈迦はほら返事するでしょ、ペコはしないの、のんちゃんしか聞かない、ペコペコペコ、シャカシャカシャカおいで、うん、シャカは返事する、シャカおいで、ペコはのんちゃんにしか言うこと聞かねえかんな、嫌いなの俺のこと、ペコペコ、あー、シャカのとこ行っちゃったよ、よしよしよし、鳥は一番最初に見たもの、そう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 、だからシャカは自分のこと人間だと思ってるし、ペコはもうのんちゃんが餌ずっとあげてたから、俺もあげてたんだけど、のんちゃんに反応する。のんちゃんのことお母さんっていう認識。だから今ちょっと寂しがってるね。のんちゃん探してる。シャカ、シャカ、おいで。ペコが怖くて来れないね。シャカおいで。いいの、キーボードがいいの、懐くよ、うん、返事もするし、手乗り文鳥っていう状態だね、手のひらの中巣にするとこの中でくつろぐよ、しばらくしたら、今多分遊びたがってるけど、ペコがいると来ないね、
ーもう大人の羽生えてきてんじゃん。おいでペコ、大人になるね。イケメンだイケメン。ペコはねちょっと賢くないんだよ。ちょっとパワー系なところは。あ怒られてる。ほらほらほら、ダメダメダメ、喧嘩しない喧嘩しない喧嘩しないのね。喧嘩ダメよ。嫌だったね。さあね、人間だもんね。ペコペコ、釈迦釈迦はダメよ。ダメダメダメ、怒られる。ほら喧嘩しないの、喧嘩しない喧嘩しない喧嘩しない。ダメ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 、仲良し仲良し仲良しね仲良しね仲良し。釈迦ダメ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 、喧嘩しない喧嘩しない。ダメよ、いい子ね、いい子いい子いい子だよ。でね、ダメ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 、離れよ離れよ。うん、喧嘩ばっかり。これが我が家の今の問題ですよ。ペコスターペコペコ懲りない。うん、ダメダメダメ、釈迦怒ってるから、怒ってるからダメダメ、くっつかないくっつかない、くっつかない、ごめんね釈迦、ダメだな。うん、ペコもう少し大人になってからね、DV っていうかもう、うん、メス強えよやっぱり。また行っちゃったよ。DV ではないでしょ。そうだね、1話ずつがいいかもしんない。遊びたいんだよね、釈迦とね。仲良くなりたいんだよね。喧嘩売りたいわけじゃないもんね。釈迦がね、もう大っ嫌いなの、ペコのこと。しつこいっつって。ねえ、ペコ遊びたいんだよね。釈迦とね。釈迦？うん。ペコ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 。そう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 、一緒に遊びたいになるし、寄り添ったり羽一緒にケアしたり。ペコからすると片思いなんだよね。うんした、匂いない、匂い全くないよ。これが鳥のうんち、全くない。釈迦おいで、おいで、おいで、よし行こう。ペコ、ペコどこ行ったの？こっち行ったの？ペコと仲良くできないの？サーちゃん。ストレス溜まっちゃった。羽抜かないの？そうそうそう、釈迦を先に出してね。上下関係厳しいから、もうストレスでね、お腹こんな吐けちゃってんだよ。自分で羽引っ張っちゃってんの。肩とお腹、お腹もうハゲ散らかしてる。一昨日病院に連れてってさ、やっぱこのペコとの共同生活がストレスみたいな。来たの。よしよし。仲良くね、仲良くね、仲良く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 、怪我するから怪我するからね、仲良く仲良く仲良く。ダメ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 、ペコペコダメよ。ペコ遊んでもらってると思ってんだよなこれ多分。ダメだってペコ、なんで喧嘩打っちゃうの。釈迦もダメよ、ペコも参ったな。ダメだっつってんのに近寄んだよな、懲りねえ。怒ってる。いや、鳴らさないとなと思って。いや、真ん中っていうか、カゴは別だよ。カゴは、住んでるところは別、別のカゴ、これ。ほら。だから、カゴの中にいたら喧嘩はしないの。外に出すと喧嘩する。釈迦もっとハゲちゃうね。
けな。ペコも好きなの、大丈夫よ。ペコも好きだから。ペコやんちゃだかんな。男の子だもんね。なあ、ダメだっつってんのに。同じ籠に入れたら殺し合いまで発展してるよ。ずっとこの喧嘩状態。ペコ、ごめんね、部屋戻ろ。ペコ、部屋に戻ろ。魚嫌だって。いや大変だよ。どっちかが死ぬまでやると思うよ多分。同じカゴに入れたら。うん、本当に殺し合いになる。で、殺し合いになるぐらい結構相性悪いね。うん、厄介なのがね、ペコがね好きなんだよ釈迦のこと。釈迦がね大嫌いだ。釈迦が喧嘩売るんだよね。釈迦がね臆病なの、すごく怖がりなの。だから多分ね自分と同じ生き物だっていう感じじゃない、うん、だからその鳥かごに自分の嫌いなおもちゃ入れた時のリアクションだから、うん、怖い怖い怖いみたいな、誰誰誰みたいな。うん、まあそりゃそうだよね。もうずっと俺一人で育ててきたから。シャおいで。シャカ、おいで。シャカ。もう大丈夫だよ。一人だよ。シャカ。あと俺のこと取られたと思ってんだよね、ペコ。困ったんだよ。そう、シャカが卵を産みたい産みたいってやってるから、オスの分譲を探してきたのが事の発端なのに、シャカが余計ストレスになってるっていう。もともと俺に発情するから卵を産ませたいなと思ってペコを迎え入れたんだけど、難しいね動物はね、うん、俺がちょっと計算違いだったというか、この二人がカップルになることはあるのかな。なさそうだよね今見てる限りだと完全にない。うわー、いいで、はいはい、よし、いい子いい子、うん、こう乗る相性あるね、完全にね。だから多分釈迦にとって俺は恋人なんだよ。そう、俺に発情するの。釈迦のタイプじゃないっていうか、同じ生物だと釈迦は思ってない。まあ、でも一発ねペコが大人になっていい歌歌うようになったら釈迦を口説けると思ってるけど、未来の旦那さんの予定だったんだけどね。ありがとう。あ、そうなんだ。俺の今指をね綺麗にしてくれて大丈夫だよ。ありがとう。いや自分のやりな。さあ、ありがとう。同じか飼ってるウサギをもカップルにするためにオスメス揃えたけど、オスはしつこくするからメスに嫌われて攻撃されて傷だらけになってる。あ、あるんだね動物でね、うん、あ、オスとメス揃ったらつがいになるってわけじゃないっていうのはよくいい勉強になったよね。いい勉強になった。
うさぎに、うさぎ、うさぎも大変なんだな。シャカ、うん、シャカ、こっちだよ、おいで、シャカ、おはよう、いーちゃん、おはよう、うん、あ、たまにでも仲良くしてんの羨ましいな。なんか、ペコとね、シャカが仲良くなってほしいんだよね、俺としては。で、なんか釈迦の子供見たいなって、多分ね、来年がラストチャンスだと思ってて、ペコが大人になって釈迦が産むっていうか、釈迦の子供は育てたいなと思ってるけど。おお、いっちゃん風船ありがとう、ありがとう。おお、風船2個ありがとう、いっちゃん、うん、ありがとうね、風船ラッシュありがとう。いや、ペコはもうだって釈迦大好きだもん。ストーカーって呼んでるのも、のんちゃんが粘着系ストーカーって呼んでる。シャシャカシャカ気難しいんだよ、メンヘラだから。要はあの毛引きって言うんだけど、自分で羽むしってるのって人間で言うとこのリストカットなんだよ、本当に完全に減らってんの、うん、ねえ。さ、メンヘラ痛い痛い痛い、なんで攻撃するの、うん、メンヘラじゃないって、うん、メンヘラでしょ、メンヘラじゃないの、サーちゃん。ダメよ、羽むすったら。こうやってやってるとね、多分真ん中に来るよ。温まろうとする。そこ抜いたらダメよ、せっかく生えてきてんだから。あー、抜いちゃったの。あー、ダメよ、ダメダメダメ、やめて、せっかく生えてきたからね、仲良く。うん、いい子いい子。慣れとかないのかな、慣れて一緒に仲良くなるってことあんのかな。うん、ありがとう、モカちゃん、バカ10個ありがとう。仲良くなってほしいけど、羽むしってるな。ダメ、抜かないで、羽抜かないで、ね、お腹見せて、お腹。状態はいいって言われたかな。リラックスだね。
煽ってる、ガンガン煽ってる後ろで。飛ばない、全然飛ばないもう、うん、ありがとう。虫行ったらダメだよさあ、ね、モフモフになろう。お腹がハゲてますね。ああ、そういう意味か、見えないようにか、気になってんのかな。うん、そうしようかな、スキー板つけようかな、この真ん中にね。でも中にいるときはお互い喧嘩しないんだよ。どうしたの？中にいる、カゴの中にいるときは喧嘩しないんだけど、仕切り入れるか。うん。多分それがストレスになってんだよな。多分見えるのもストレスなんだと思う。少しの間だけね。うん。そうするわ。うん、ちょっと釈迦がかわいそう。なんか、ペコが悪いわけじゃないんだけど、もう完全にストーカー状態でしょ、ほら。わかる。さっき俺には関心なくて逃げ回ってたのにさ、すぐ釈迦がこっち側にいるともうストーカーなんだよね。嫌だよね。そう、こっち側いるでしょ、ほら覗き込んでるでしょ、ほら。こいつね、本当に粘着質なんだよ。もうずっと釈迦にね呼びかけてんだけど。ペコちゃんも構うよ、もちろん、もちろんもちろん。かわいい、かわいいペコだもん。ああ、もうお前いい加減にしろよペコ。どんだけ釈迦好きなんだよ。この子に会いたいんでしょ。うん。ああ、もう釈迦がのけぞってるもん、嫌だっつって、こいつ嫌いっつって。ほら、いや、そんなに嫌がんないでしょ、近くても。敷居があったら釈迦は別にそんなに、あ、嫌なんね。そんなに嫌がんないね。うん、その威嚇するまではいかない。そしたらね、ペコはペコと寂しがるんだよね。参ったなこれな。うん、なんだよペコ。ペコ、うんちだ。うん、難しいわ動物は。なかなか難しいわ。うん、難しい。もうほんと好きだな、ペコのこと、ペシャカのこと好きだな。大好きで、もうそっちが行きたいんでしょ。スパイダーマンみたいになってる。釈迦、釈迦どこですかって、うん、ねえ。でももし2人が結ばれたらもう最高だけどね。うん、もし2人が、まあ俺は一発ペコが大人になってそのイケメンになるのをかけてるんだけど、釈迦が素敵っつって、要は鳴き声、あのダンスと鳴き声で一発当たる可能性あるから、ちょっとねペコにイケメンになってくれたらいいんだけど、うん、そうそう、間違えちゃった。釈迦おいで、いいよいいよ、おいで釈迦。うん、あ、今気づいた。だからさっきから貧乏だけど見ていいですかってコメントあったでしょ。そうそう。それはそういうことだ。貧乏だけど私和道さんの放送見ていいでしょうかってコメントたびたびあったでしょ。ちょっとあれシュールで面白かったんで、うん、でなんかフォローして、私貧乏だけど見てるから大丈夫だよって。そうそう、コーヒータイムできた、ペコポコランド、パフェありがとう、ゆっくりしてって。あ、気づかなかったんだ。そうそうそう、
絶対ないよね。160人近く億万長者とかね。ちょっとなんか申し訳ない気分になったよね。ごめんなさい、私見てもいいのでしょうかって。いいに決まってんだろうっていう。うん。なんか逆になんかネタでやってんだけどね。貧乏だけど見てしまったっつって。あれ、おお、オンミ久しぶり。オンミいらっしゃい。花火ありがとう。さあちゃんおいで。ああ、し、おいで。愛し合おう。おはよう、オンミや。うん。ね。うん。釈迦とイチャイチャする枠だから。後ろの音が気になるんだ。やつがいるってストーカーがいるぞっつって、うん、ストーカーが見えるぞ。ここストーカーだから嫌いなんだよね。さあね、ストーカーがざわついてる。わかりやすいでしょ、うん、ストーカーがガン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 、うん、そう、いやもうアピってるよね。くちばしでそのカゴ叩いて。本当に釈迦のこと好きなんだな。俺のことは嫌いなくせに。ペコは人間で言うところの、もうすぐ早いの。まだ1ヶ月、2ヶ月なんだけど、今が、14歳とか15歳とか。うん。いや、貧乏でも全然いいんだよ。だから思春期に入った頃で、あと半年ぐらいすると20歳になる感じ。成人する。1年で成人。で、4歳なんだけど、人間で言うとこの4年なんだけど、40歳いってないかな ?38 歳ぐらい。釈迦は。だから、メンヘラババアの。そう。メンヘラババアで、メンヘラすぎてリストカットがひどすぎてお腹がこんなことになってるみたいな。うん、メンヘラに疲れるんだ。自傷行為が半端じゃない。自分のお腹の毛をむしり取ってハゲ散らかしてるから。いや、メンヘラババアで、メンヘラババアなんだけど美人で頭いいのね、この子は。で、若いなんかストーカーに今追われて大変なことになってる。我が家は大変なことになってる。思春期の童貞状態。でもペコは釈迦のこと追っかけてんのは、女性としてじゃないの。要はセックスしようよとかじゃないの。要はもうヒナの頃から、遊び相手だと思ってんの。要はなんか翻訳すると、あ、どうもお友達ですか、お友達ですよねみたいな、そのなんかすごい好奇心旺盛でパワー系なのペコが。だから釈迦うぜえこいつみたいな、お前来んなっつってんだろこの野郎みたいな感じでガンガンにつつかれてるんだけど、全くメンタルやられなくて、いや僕そういうのありっすよみたいな、なんか喧嘩チャンバラっすねみたいな、楽しいっすねみたいな、もうガンガン心全然折れないの。なんか釈迦はマジでキレててガチの攻撃仕掛けてんだけど、なんかあそういうプレイっすねみたいな感じでもうそれで釈迦がどんどんハゲていくんだよ、うん、もう全然へこたれないの、何度やられても。うざい。だからもうのんちゃんがペコにあだ名をつけたのが粘着系ストーカーっていう。半端じゃないの。だってもう見てよ、釈迦がここにいるだけでずっとこんな動きしてんだよ。こんな動きしないでしょ。で、釈迦が巣の中にいるときは、ここに、ここの棒にずっと釈迦の隣にいんの。そう、今のこのポジションにずっといんの。釈迦の隣にずっといんの。で、釈迦が今ここにいるから、こっち側の網に張り付いてるっていうか。おー、すごいんだよ。生前単位決まった?嘘、19年4月、あ、再来年の4月か。なるほど、年号が終わるんだ。20年じゃないんだ。19年なんだ。一個の時代が変わるんだ。さか、今こんな感じだよ、もう。かわいいでしょ。やばくないこれ。やばくないこれ。かわいいでしょ。手のひらの中でかわいいでしょ。い
やばいでしょこれ。やばくない？うん、平成が終わるね。可愛すぎるでしょ。文章書いたくなるでしょ。うん、かわいい。かわいいよね。いや、わかる。だから俺が言ってる意味わかるでしょ。もっとなんか鳥流行んねえかなっつうかさ、なんかもっと文章愛好家が増えてもいいような気がすんの。だってさ、なんか頭いいんだよ。頭いいし、なんて言うんだろう、頭がいい上になんか可愛くて、餌代とか月500円とかだよ。意味が分かんなくない？コスパ良すぎるだろうっていう。コスパで計算するのもどうかと思うけど、うん、平成は平成って感じだったよね。でもベッタベタだから離れないね。さあ、で臭くないでしょ、うん、ストーカー感が半端じゃないな。本当に好きなんだな、釈迦のことな、ペコ。タイプじゃないんだよね。そう、億万長者とメンヘラリスナー限定放送。20年はオリンピックだから。ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほど。あ、まあ確かにそうだよね。うん、オリンピックのバタバタと被せるわけにいかねえもんな。俺らとしては計算がしやすいから20年からの方が良かったんだけどね、うん、なんかその西暦とさ、日本の暦がごっちゃになってるって、ね、平成生まれがババアって言われる。だってね、俺らが一番びっくりしたのが、平成生まれのキャバ嬢っていう響きがすごいなんか感慨深いものがあったね。西暦生まれのキャバ嬢が生まれるみたいな。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。なんかね、勢いのある勢いのある年号がいいね。なんかこう上げ上げ3年とかさ上げ上げ4年すげえバカっぽい。上に上って書くのめちゃめちゃ景気良くなるぞ。上げ上げ32年。あ、どうも上げ上げ32年生まれです。オカメインコかわいい。俺出た、インコ派。もうね、なんかね、鳥飼ってるとね、インコも好き感をすごい。インコも可愛いんだけど、そのインコリスナーがそのなんか仲間ですよねっていうのはちょっと分かんない。文鳥だっつってんの。ワンタロウの枠で次の年号は和道になるって話になってた。和道、案外あるかもしれないけど、和が被ってるからないんだ。昭和の和は使わないはず。うん。安保はね、安いっていう字は使われない。あの、あ、安いってね、女の人をなんて意味だったかな。その、まず、小学生以下が使える漢字、前に使った年号ではないっていうか、ルールがあるの。だからね、安保はないと思う、多分。でネガティブなワードはなくて、安いっていう字ネガティブなイメージがあるから使われない絶対。平和の和もないんだよ。なんだかな、長いっていう字がある、この永遠の永みたいなあるみたいな。うん、え、そうなの？オカメインコと文章同じ顔で変えるの？へえ、知らんかった。安心の安じゃないんだよ。なんかね、意味としてね、安はね絶対使われない理由があった、明確な。多分ないよ。安心の安じゃなくてね、なんだっけな、安いっていう字で、その安っていう字ってね、女の人をどうするっていうね、ちょっとネガティブな意味合いが含まれてるんだよ。安保法案をイメージするから、デマじゃね。うん、だから多分ジョークなんだよ。そう、安保闘争とかね。安いは絶対使われない、断言できる。信じない方がいいとか絶対ないよね、うん、
元号に安いっていう字は絶対使わない。ありえない。うん。もし使われたらね、ちょっと怖いよ。イアンプとか。アンはね、なんかググってみて、なんかね、あんまり良くない感じだったはず。俺はあの A っていう長いっていう字使われるんじゃないかって読んでるけど。あと既存にある漢字の組み合わせは使われない。今そう日常会話とかで辞書で引くような漢字の組み合わせも使われない。AN とかね。一生はないね。一生は絶対 100% ないレベル。一生はない。あの一生って言葉がある、 あるからない。うん、残念ながら。うん、安字安いっていうじゃん。安級級は久はあるね。うん、久はある。久は可能性ある。始まるはないね。始まるはない。おお、ボンマスさんいらっしゃい。平安時代の案。あのね、一応そのルールっていうのが、明治とか大正とかその辺からカウントだったと思う。うん、ああ、なるほど。いっちゃんの名前なんかね、カズ、なんて読むんだろう、カズ、なんて読むんだこれ。いや、知ってる。あ、え、なに、オカメインコってそんなに小さいの？え、でも文鳥の3倍でしょ？でかいよ。一応って読むんだ。うん。でも、安倍の案を使うっていうのは結構危ないし、ないよ。うん。もし、あったとしたら結構日本やばいなと思うよ。もし、案っていう字が使われたとしたら結構日本やばいと思う。その使ったらダメだよ。うん。総理大臣ってそういうものじゃないはずなんだけど、俺はもし案っていう字が使われたら日本終わったと思うね。いや、自分の案入れたいでしょ。安倍さんは入れたいでしょ。でももしそれが通っちゃったらダメでしょ。うん、日本文化の崩壊でしょ。総理も変わるしね。まあ、変わるからこそ残したいとか入れたいっていうのは分かるけど、まあまず入らないって断言できるね。入りません。そう、いや、安倍政権は結構長期政権になるっていうのはもう結構読んでたから。今何期目？安倍政権って4期ぐらいはしばらく安泰だと思ってるよ。てか安倍さんでいいと思ってる俺は結構。連合はどうやって決まるのかよくわかんない。ルールは小学生でも使える感じで、ネガティブなイメージがついてない感じで、既存の例えばその一生とかって単語があるじゃん。そういう風な組み合わせにならないようにつけるっていうのが一応ルールだから、明治だと明るい収めるとか誰でも書ける感じだ。要は日本人だったら誰でも使える書ける漢字2文字で、あと過去に使われたことがない漢字を採用することが多い。明治、昭和、大正、あと何やる？平成とか。
だから永遠の A に永遠の円の方長いって感じはありなんじゃないかっていう A6 とかあると思う。そうそうそう、マメちゃんが言ってるような組み合わせ。そう、そう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 、衣装平成っていうのは平和になるだよね、確か。だからその 平和を持続しようみたいな意味だよね、平成、平和になる。そしたら平和ボケしちゃった。昭和って良かったよね、昭和って。平成はなんか結構日本の暗黒時代だったと思ってて、なんかすごいどうなるんだ、平和は平和だったんだけど、なんかこう勢いがなかったよね。だからアゲアゲ3年で行こう、みんなで。新しい原稿に和は昭和で使われてるからな。和ね、希望の木とか望みありじゃん。英気、英気、昭和の方が暗黒時代だったかな。昭和っていい時代だと思うけど。そう、一生があるからね、一の生きるはないんだよね。あったの、ひなさん。A6 って読むのかな、永遠って読むのかな、知らないわ。昭和の方が暗黒時代だった。まあ昭和記憶がないかんな。平成生まれだけど、テンポ A6 テンポとかあるじゃあないね。同じか、絶対被らせないから。ポもないだろうな。俺もポもないと思うね。保険の方でしょ。A 点とかいいんじゃないの。 A 点長いに点で、マメさんの頭の頭文字取っただけなんだけど、 A 点ってかっこよくない。 A 点かっこよくない。ないかな、響きダサい。新、和平、昭和の和と平成の平、ないかな、ない。和平を結ぶとかいうもんね。昭和天皇はやっぱり戦争に死なれたイメージ。ああ、まああるか、そうだよな。本庄天皇は平成の世の間、その血の匂いを頑張って洗いの、そう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 、だからまさに平成だよね。平和になるっていうことを祈って作ったんだ。そうだから考えられてるよね、イメージ払拭して。 FX やってないっす僕は。永遠、あーどうなんだろうな、その円難しくね、ちょっと俺書けない。もっと分かりやすい感じがいいね。そう、長い、なんだ、長いっていう字は使われそうだけどね。どうなんだろう。かき氷3年とかどう？かき氷1年、かき氷2年、かき氷16年。
き氷は押したいけどな俺、うん、ダメ。かき氷6年かき氷生まれかき氷世代ダメですか、うん、神話とかね。あ、うん、まこつじゃねえよ。はい、まこつ2個目荒らして3個目目で和骨じゃねえよ。何普通を装ってんだよ。うん、慶応の慶も、あ、慶応の慶も使われてる。覚えてるよ、うん、和がほら昭和で使われた感じだから多分使わないと思ってる。生きるはあるんじゃないの。衛星、衛星とかあるんじゃないの。 A をやたら押してるな俺。なんでこんなに俺 A にこだわってんだろう。そこにこだわる必要ないじゃん。光とかって使われないのかな。栄光一年とか永遠の A に光ってどうなの。栄光、あ、栄光、あ、栄光じゃねえか、栄光だから永遠の A に、え、じゃあ、永遠の A に、うん、わかんなくなってきたな。ツイッターやってるよ、名前変えて、うん、名前、いやいや、ツイッターやってるけど、うん、名前を和道にしたね、我の道にしたね。ネミツイッター、俺のツイッター教えてほしいの。いいよ、俺 LINE で聞くわ。いや、こ、今貼ったわ、知らんけど。おはよう、おはよう、おはよう。マンジ、おーおー、かっこいいね、ちょっとね、かっこいいね、渋いね、なんかちょっとかっこいいな。嫌いじゃないな。マンジ、バンジーって読むのかな。おー、マンジー、マンジーは鍵十字はダメでしょ。よくよく考えたら絶対ないわ。ナチス連想するし国際問題に発展するぞ。絶対ないじゃん、マンジー、マンジーは絶対ないでしょ、うん、鍵十字は絶対ないでしょ。ダメダメ。
世界中から否定される。衛星、うん、あると思う。いや楽しみだよね、楽しみだよね、うん、楽しみだね。いけた？ちょっと待って、うん、どれがギャンかわかんねえかな。これかな、人生はギャンブルってやつ。これギャンのアカウント、うん、おーゆうせいさん久しぶり。ゆうせいさん花火ありがとう。え、超久々じゃない。はいはい、チェックしとくわ。うわめっちゃ久々だ。元気っすか。ありがとう花火。A 案っていう可能性もあるらしい。どっかに案は入れたいらしいから。押すなぁナミさん案押すなぁ。あ、これね、オッケーオッケー。わ、ゆうせいさんめっちゃ久しぶりだ。ありがとうございます。わざわざすいません。なんか元号で一番使われてるのは A です。あ、そっか、寛永時代、安永、宝永、紀永など29回使われてる。じゃあ A ねえか。あ、よかったです、元気で。よかったです、嬉しいです。 A って29回使われてんの。日本人 A 大好きだな、うん、じゃあ A ねえか。宝永、放送にあんまり、あ、全然全然、夜中多かったんで全然全然、気分で全然構わないですよ。うん、まあ申し訳ないなんてやめてください、うん、A ってそんな使われてんのか、うん、でもさ、あの豊臣秀吉ってすごい名前じゃない。自分の名前に豊臣ってすごいよね。豊臣ってさすごくない？うん、木下藤吉郎が豊臣秀吉になるんだよ名前ってだから大事じゃない？木下藤吉郎じゃダメだったんだよ。豊臣秀吉ってね、天下人の名前だもんね、うん、織田信長とかもかっこいいもんね。でさ、日本のさ天下人が木下藤吉郎ですってなったら、えーってなるもんね。だからブランディングで大事なんだよ。豊臣秀吉ってなるとうわーってなるじゃん、庶民賢だーってなるじゃん、頭いい人やーってほんまやでーって言うでしょ。多分生まれにコンプレックスある人ほど虚栄を張りたくなるもん。いや絶対そうだと思う、うん、だ木下藤吉郎から、え、何になったんだっけ、木下藤吉郎の後なんだっけ、なんか先輩武将の名前2つ取ってごますった名前になってるよね、真ん中あたりで。なんか先輩と先輩の名前いただいてもいいっすかみたいな、でライバルがグヌグヌってなったんだよね。こやつやりおるみたいな、手玉に取られるんだよね。その時の名前なんだっけ、誰かわかる人いる？豊臣秀吉と木下の間の名前、武将になった時何回も名前変えてっかんのよ。羽柴だ、羽柴、そうだ羽柴だ、羽柴秀、羽柴もかっこいいし頭いいよね。だって嫌な気分しないもんね、先輩からすると。柴田、羽柴でしょ、うん、はじめましてなっちゃん。なっちゃんははじめましてじゃないの、俺は知ってるけど、何回も見てくれてるけど、うん、羽柴、羽柴ねえ、先輩からしたらね、先輩名前もらっていいっすか、ぐぬぬってなるでしょ、うん、金梅さんの金に
和道さんの道で金道で行きますって言われたらぐぬぬってなるもんね。金道っすって言われたらね、かわいいなってなるもんね。金道ってなんだよって。何も言えねえわってなるもんね。どんなに嫌なやつだもんね。丹波と柴田から取ったのか。はいはいはい。柴田は柴田なんだっけ。ごますりまくりだよねもうね。丹波と柴田から取った。勝家、柴田勝家か。めていうか織田信長ってさ、部下めちゃめちゃ優秀だよね。明智光秀はいるしさ、どんだけ賢かったんだって思わない？怖くない？織田信長ってなんか部下優秀すぎない？ちょっとあいつらを手玉に取ってたのっていう。織田信長怖いぐらい優秀だよね。すげえよな。魔王っていう日本の歴史って面白いよな。豊臣姓は日本に少しだけ残っいるんだ。同級生とかに豊臣ですって言われたら名前すごいよね。いる？戦国武将のなんか同級生とかいる？森蘭丸とか。森蘭丸わかんねえわ。いる？同級生に徳川とかいるのかな。徳川って名乗られたらもうそれは契約しなきゃってなるよね。どうも NHK ですって名札見たら徳川って書いてあったらさ、払わなきゃってならない？ならない？俺なる、なんかそのなるな。いる？知り合いに。柴田勝家。織田は織田信成、まあ末裔だからなあれ。武将の名前名乗るってねえ、あんまいないかんね。足利とか言われたらビビるでしょねえ。俺の家系は武家に文字を教えてた教員。教育者の家系なんだ。高杉晋作の家系の人いんの？高杉なの？京都に天津とかな、天津って読むのかな？皇族関連、皇族系の名前もあるもんな。旧だから旧なんだ、天皇家か。天津って読むんだ。あとあれだよね、神社系の家系もかっこいい名前あるよね。高杉家。明智家は何に名前変えてるんだっけ。明智は何に名前変えてんだっけ。名前変えたりすっかんな、名字を昔の人は。細川だったっけな、なんかに変えてんだよね明智の家系は。もともと明智も変えた名前じゃなかったっけ。神社制らしいんだ。藤崎はそうなんだ。なるほどな。
三文字の名字あるじゃん。なんかできるやつオーラすごくない？わかんないけど三文字栗きんとん和道に名前変えようかな。栗きんとんって3文字でしょ。名字栗きんとんにしようかな。喫茶店でサンドイッチにレタスの間に6センチ強の芋虫が出てきました。和道です。マジで言ってんの？それ写真撮って送って。それ本当なら、それね、あのそれ徹底追求してあげるよ。それ、その喫茶店が大手チェーンなら株価下げられるわ。6センチってまあまあで、本当に姉ちゃん運ないよね。本当にね、結構ね、嘘だろっていうね、なんかネタを毎回持ってくんだよね。この前はね、あの自分のお店の前のエスカレーターの前で弁当食ってる人にね、なんか注意して嫌な感じになったっつって。今なう写真送って、今写真送って、写真送って、送って、マジで LINE にマジで送って。え、それどうすんの？それは俺に報告しなきゃってなったんだ今。あー、小手半本名にしたのはね、え、でもかっこいいと思うよ。無農薬の証ですって。まあそういう解釈もできるけど、飲食店で食い物に芋虫出されたら嫌じゃん。それで、いや無農薬ですよって言ったら、お前てめえ舐めてんのかってなるぞ。え、返しちゃったの？写真撮りって欲しかったな。それはでも嫌だね。うん。それは見たかったな。え、何？どう気づいたの？もう芋虫こん出てきてたの？こういう感じ？姉ちゃん。こうなってたの？バンズ、バンズ。レタス、ハム、芋虫。こんにちは、食べて、有機野菜みたいな感じだった。レタスの間に入ってたんだって。持ってるな。ワドはニコ生時代俺の動画上げてたよね。どうして？あれだってめちゃくちゃ面白いもん、いっちゃん。梅雨だく動画でしょ。あれめちゃめちゃ面白いよ、いっちゃん。うん、いっちゃん面白いよ、あれは。あのね、温厚ないっちゃんがマジギレしてるのはあれは笑うよ。うん、綺麗な緑の、いや具沢山だったからずれないように食べやすいように、うわーセーフじゃん。言ってる可能性あったんでしょ。なるほど、もうボリューミーで無農薬でちょっと おいみたいな、こんにちはってすげえ持ってるよな、姉ちゃん。マジか。いや、ギャーでしょ。いや、姉ちゃんね、結構ね、その、そういうの引くタイプなんだよ、前から。俺はもう、そんなの見たらもう、拡散ですよ。ココイチの生野菜に入ってたことある。あー、芋虫。やだなぁ。その時の店員の態度教えて。その時の店員の態度教えて。それは知りたいね。それはやだなぁ。正しい対応は何なんだろうね、芋虫が出た時に。誠に申し訳ございませんでした。お代は結構ですので。かなぁ。お客様。黒服が出てきて、それが正しい対応だよね、多分ね。お客様、先ほどの件はって小声で大変申し訳ございませんでしたって、で帰る時に、あ、お代は結構ですので本当に申し訳ございません。これが多分正しいんだよ、やっぱり。そうであってほしいな。どんな展開になるんだろう。それが多分正解だよね。一番上の人の現場の人が平誤りだよね。俺らはそうだよね、ゆうせいさんね。配信病だよね。もうネタだよね、完全に。当たりですって。あ、すいません、少々お待ちください。作り変えますね。時間大丈夫ですか？姉ちゃんが一番イラッとするやつだ。
絶対こんな感じでしょ、うん、パッパラパーのアルバイトね、あーすいませんって、少々お待ちくださいね、作りますねって、時間大丈夫ですか、あイラーっとするやつね、うん、うーっていうやつね、うん、考えられへーんっていう芸人が言うやつだ、キム兄が考えられへーん、うん、金玉出して永久版になった、あおめでとうございます。なんで金玉出したの、うん、で、ね、何チゲラーメンにカラフルななんとかをスープに浸透させた大きめのガが入った、うわもう虫は考えらんね、うん、虫だけは考えられねえわ、考えられねえ、俺は結構店でどんなり散らすタイプだね、完全にどなり散らすタイプ、嫌な予感するね、抑えてね、フォースを信じてね、姉ちゃんジェダイの騎士だから、姉ちゃんはフォースと共にあれ、ジェダイであることを忘れないでよ姉ちゃん、うん、ダークサイドに落ちないでね、虫はありえないよ、嫌な予感するね、かぶさるんだよな、何なんだろうこの姉ちゃんの、姉ちゃんのこのこの感じ、うん、虫は嫌でしょ、絶対ないわ、うん、まあ店員の態度見てる限りお代は結構ですとかないよな、まあもう二度と行かない店だよ、うん、二度と行かないよ、うん、なんかねちょっと悲しい話なのかいい話なのか悪い話なのか分かんない話でいい、スキヤ、俺の近所の行きつけのスキヤがあるんだけど、ワンオペだったの今まで、夜中とか朝方とかで、ワンオペだったんだけど、日本人の店員さんであんまり美味しくなかったのよ、要は忙しくて、で外国人2人に変わったの最近、めちゃめちゃうまくなったんだよね。この話って何の話なんだろう、どう思う、日本人ワンオペですごく牛丼まずかったんだけど、最近外人さんの店員さんになってめちゃめちゃクオリティ高い牛丼出すようになったんだけど、何これっていう、うん、穴を出したつもりが金玉が出てた、アンチに通報された、いや出した方が悪いでしょ、金玉出したら A 番でしょ、ふわっち来年春には撤退らしいよ。うん、そうなんだ。え、うん、その情報を真に受けてるって、それどっから聞いたの？一個一個冷静に脱洗脳してあげるけど、結果が出た。はい、どうぞ。どうぞ、姉ちゃん。結果が。うん。結果はどうでした？すごいです。結果どうだった、うん、どうなったんだろう、外国人店員は真面目にマニュアル作ってるってことなのかな、いやだからしっかりやってたっていう、計画倒産の話知らないんだ、やっぱりアホだな、計画倒産の話をどっから聞いたの、どっから聞いたので、誰が言い始めたの、その計画倒産って、アホでもいいよ、うん、うわー三角、うわ三角だなー、なんだこれ、三角だな、なんだろう、俺人生で三角もらうこととか三角つけることってなかなかないじゃん、なんだこれすごいね、なんかね逆にすごいね、
いや、これはもうネタ帳に書いていいよ。すげえな、持ってるな、デイちゃん。あー、なんだろうね、芋虫トッピング350円引きだったんだ。まさか俺らの予想を上回ったね、なんかね。50円引き、なんだそれ。いや、すごいね。すごいな、本当に。ある場所のすき家では外国店員が適当に過ぎて、なら波頼んだのに大盛りだったりする。すげえな、それ。店名さらしの K だな。いや、なんだろうね、それね。いや、姉ちゃんも今度からそういうことあったら写真を撮ろ。それは、もう、飽きる、なんだろうな、なんだろうね。いや、超面白いな。50円引きかよ。なんだその微妙な対応。おはようございます。はい。すげえな。持ってるわ。それ、松本人志とかキム兄だったら最高だったのにね。微妙。なんだこの微妙な話。50円引き、ちょっと太ったかな、上からだよね完全にね。今日は寝れない日だな姉ちゃん。またゴールデン街で暴れ回る。ゴールデン街で酒を飲むしかない。もう顔丸くなった。ちょっと炭水化物取り始めてんだよね。リバウンドかな。体はそんなでもないんだけど、もう見んぞ和道の放送は。今度見るまでは。あ、また見てくれるのね、ありがとう。ちょっと顔太ったかもね、炭水化物取ってるから、確かに。ちょっと太ったと思う俺も。体もどうなんだろう。50円引き割引してやった感出されたくないので正規の金額払ってきました。かっこいい、粋だね、粋だね。それはかっこいい嫌がらせだね。かっこいいわ、それは粋だよ。いいよ、そのカウンターは向こう何なのみたいな、何割引いいってみたいな、ちょっと店員のダメージを残したね。かっこいいよ姉ちゃん、そういうことだよ。いや、かっこいい、これは粋だよ姉ちゃん。かっこいい対応だわ、かっこいい。それはできるやつ、さすが姉ちゃん、かっこいい。なるほどね。あ、結構ですって、私払いますからみたいなね、結構ですよっていう大人の対応ね、これね。いや、いいよ姉ちゃん、さすが和道リスナー。和道リスナー本当にできるやつしかいない。本当にかっこいい。そうだね、被害なんてへっちゃら、芋虫ごときに私負けない。あたい負けないもん、かっこいいな。もう暴れ回るけどな俺だったら、うわー、一番偉いやつ出せー、こら。いや、かっこいいな、よくそれで怒らないでいれるよな。驚きだよな。ステゴロ2の話していい？ステゴロ2の話聞きたい？ステゴロ2、ステゴロ2の真面目な話聞きたい？
真面目な。おお、ひよこいらっしゃい。お疲れっす。ハートありがとう。ステゴロ2の話聞きたい。じゃあ話さない。ああ、わかった。もう、捨て頃の話絶対しない、俺。あったまきた。禁止。捨て頃2の話、禁止にするわ。もうそんな感じなら。仕事行ってらっしゃい。うん。いや、全然、コメントをバンバン書いて。うん。頑張って、姉ちゃん。てら。聞きたい？聞きたいの？そんなに捨て頃の話。捨て頃の話、バーガーありがとう。聞きたいの？みんな。じゃあ話すわ。じゃあ、とっておきの最新情報を話します。はい。進展なしですね。はい、12月の末に選手が決まるまで進展なしです。はい。以上です。待ちです。選手として、選手として、まだ選ばれてないので、現状維持です。はい、キープです。進展なしです。以上です。はい、いや、ないもん。ない。何回も言ってんのに質問すんなっつーの。進展ないです。うん、この中で、捨て頃2、もし和道が仮に出るとしたら、来るよっていう人。和道が出るの確定したら、来る人手挙げて。オミー風船ありがとう。はい、いやだずっと言ってんじゃん。12月末までわかんねえって、うん。来る人。誰も来ないの。来る人手挙げ、うん。行きたい。来て来て。鳥になりたい。あ、カズも来る？オッケーオッケー。夜ね、2、3人。たくみさんも来るって言ってたし。あともう一人来るって言ってたね。決まったら。うん、てめえっつって。仮にの話なんだけど、俺、もし捨て頃出れたら、あ、ソソも来んの？マジで？うわ、超楽しみかもしんない。ソソ来んの？じゃあ、わかった。もし仮に出れるとして、ね、和道リスナー、和道目当てで来てくれた人は、わかった。約束する。プレミアムオフ会やります。プレミアムオフ会。北海道からきついね、うん。プレミアムオフ会やります。ただ、前回のプレミアムオフ会、どんな感じだったかっていうと、もう最悪の最悪。痛い。飲んじゃう。痛い。ドリンクバーで。お茶取ってきて、和道は頑張ったよ、ありがとう、痛い、あのんちゃんお茶ありがとう、痛い、和道ちゃん頑張ったよ、ありがとう、痛い、本当にこんな2時間だったかんで、のんちゃんに聞いてごらん、もうね、誰もリスナー俺に声かけらんないの。俺がずっと小声で痛い。すっこんな感じだったかんね。すっごい重いから。いや、全然楽しくないよ。たくみさんとのんちゃんいたから聞いてごらん。たくみさんとのんちゃんはお二人参加してるから、本当にこんな感じで。特に和道リスナーって静かなの。オフ会とか来る感じ。で、俺がいつも、仕切って笑わせて、みたいな。温めないと喋れない、コミュ障ばっかりなの。だから、もうみんな、負けたことも触れず、なんかもう、全然言葉も出ないでしょ。俺、痛くて。痛い。立てない、みたいな。すぐ地獄だよ、本当に。いや、マジで。だから、プレミアムオフ会、だから、本気で応援しないとダメだよ。いや、勝てと。あんなオフ会嫌だわ、っていう。たくみさん、コメント書いたの聞いてごらん。本当に。捨て頃のオフ会どうだったのって。
あ、そう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 、え、あ、噛めないそう、焼肉行ったんだけど俺食えなかったんだ。そう、不適されたんだ。あ、みんな食って、あご痛いそうだ、思い出した、あご痛い、のんちゃんあご痛い、食えない食えない、いいわいいや、あのお水取ってきて、うん、お茶、痛い痛い痛いそうそうそう、でみんなもうシーンと、まあ多分食ってる方もまずかっただろうね。いやもう本当に痛いんだもん、歩けなかったんだもんそうだそうだ、顎、そう、顎が痛くて噛めないわとか言って、うん、楽しくないですね本当に。それでよかったらご招待しますよ。何人、のんちゃんとたくみさんと今はなきみうると、あとあれ今はなきレクチ、レクチいたっけあの時今はなきやつが多すぎるだろ。俺、のんちゃん、たくみさん、レクチと、まあ、ミュールは絶対いた。うん。うん。いや、もう、いや、もうほんとお葬式どころじゃないよ。お葬式どころじゃない。うん。なんか俺の自転車中金貼られてるわ、たった今ナウで今ナウでおじさんが駐車禁止の自転車貼ってるわ、ペロって、うん、どうしよう、家の前にある自転車にあの駐車禁止のシールを今、おじいちゃん何やってんだろうと思って、あ、貼られたわ、警告って、うん、警告されたわ。こんな警告リアルタイムで見ることないでしょ、うん、警告ってシール貼ってるでしょ、警告って、うんうん、おっちゃんガン見したんだけど、おっちゃん俺と目合わせなかったんだよ。それやだよね、警告シール貼るところガン見されたくないよね。向こうも貼られてるわ。なんだろう、キャンペーンなのかな。ていうかあの自転車いらねえんだよな、うん、あの自転車いらねえんだよ。浅井さんに引き取ってくれっつってんだけど、浅井さんがなんかプレゼントでーすって言うから、うん、知らないメガネ、あーそうだ、レクチじゃなくて誰だっけ、そうだいたわ、そう和道リスナーの男の人誰だったかな、覚えてねえわ、うん、いや、俺のっていうか、なんか、浅井さんが貸してあげるってなって置いてくれたんだけど、返すって言ったけど、いらないって言うんだよね。だから俺が使ってるけど、名義は浅井さんなの。いや、浅井さんに返すわ。うん。何のキャンペーンなんだろう。そうだ。その人が結構喋ってくれたんだ。思い出したわ。知らないメガネの人が結構喋ってくれたんだよね。うん。何さんだったかな。うん。知らないメガネの人がいたって。うん。あ、石野に貸すかもしれないね。うん、っていうか、もともと石野が使ってたチャリンコなんだわ。おう、TK 忍者おはよう。もともと石野にあげたやつを俺のところに持ってきたんだよ。まあ、浅井さんだったらね、知り合いのホームレスが誰かしら使うと思うから。っていうか、住宅街でこんなことやんだね。なんかのキャンペーンなんだろうね。うん、お疲れ様、ナノさん。今日も面白いです。ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうね。一番励みになります、うん、ねえ、でも捨て頃ねえ、あ、そそ来るんだ、え、オフ会やろうよ、うん、勝たないとな、あんな感じのオフ会嫌だかんな、勝ったら多分なんか光くんとか楽しそうだったもん、なんか飲みましょうみたいな、うん、お通夜だったかな、え、まあみんなでキャスバー行きゃいいのか、うん、でもね、裏捨て頃がある可能性があったんだ、キャスバーの場合、うん、
え、炎上チケットって何？え、何？無料アイテムあんの？無料アイテムちょうだい？なんか実装されてる。洗剤、バケツ、雑巾。あー、ください！無料アイテムくだせえ。なんか、サイレントでなんか配られてた。ありがとう。お掃除アイテム。雑巾、洗剤、ゴム手袋だ。よろしくお願いします、皆さん。延長チケット、また、もらえるんだ。お掃除アイテムお願いします。延長チケット最大10枚まで。うん。ありがとう、みんな。さすが。さすが。思想、ん？思想に合わせてきた。仕事の都合もあるけど多分いける。嫁も OK。 え、マジで？え、嫁さんにはなんて説明してんの？いや、和道の捨て頃行くんだよねみたいな。あのね、そうそうね、あのね、席で言うと絶対に最前列の席の、あ、顔バレたくないのかな。最前列がどうなんだろう。のんちゃん最前列の方だったよね。 VIP 席だったよね、確か。で、5000円の席、まあ、小さい箱だからな、どこでもいいけど、VIP は、いいよ。最前列の席になると、結構掛け合いできるよ。誰とか言うと、結構話せる距離。和道さんに会いたいです。配信者で一番推し。おー、なのちゃん、ありがとう。本当に？ぜひぜひ。まあ、捨て頃出れたらね。だから今、便所さんの枠で、和道を出せ、この野郎と。和道をって便所さんにアピって、ああ、和道ってチケット売れるんだなっていう。わかる？便所さんが決済権持ってるから、和道を出せと。アピらないとダメだよ、和道リスナーは。本当に、人気ない配信者は、本当和道は出すなみたいなコメント多いと、配信者結構真に受けるからね。あ、和道ダメなの？みたいな。ドレさんみたいになるから。ドレさんはそれで揉めたわけじゃん。なんだ、ドレいらねえのかみたいな空気になっちゃったでしょ。だから結構空気って大事だから、和道のファンいるんだぜっていうことをちゃんとアピらないと、大変なことになるから。そう、干されるっていうね。業界から。アピってきて。和道っていうか、いや、捨て頃の和道戦楽しみだからよろしく、みたいな、遠回しな。We are 和道つって。ちゃんと、プロモーターに、和道ファンチケット買うでーっていう、そういう空気をね。バーガーで買収。バーガーで買収は不可能。いいよ、あと9分で終わるから、9分でこの枠終わったら、みんなで和道つって言わないとダメだよ。うわー、和道の捨て頃楽しみだわーってわざとらしく全員で10個目ぐらい流したら、あ、和道いいねっていう。和道来てるんだねって。考えてるよって。和道ファンも答えるよって便所さんは なるから。俺の枠終わったら便所さんのとこ流れて。そう。一致団結して。勢いだから、こういうのは。俺の枠終わった瞬間に、捨て頃和道を出せアピール、空気感、みんなで一体となってバッて書いたら大丈夫、いやー最近和道だわーみたいな。いや、俺は出たいっつってんので、便所さんが決めるの、12月に。だからもう今月末には出れるか出れないか、合格か不合格か出るよ。そう、だからもう決まっちゃうんだよ、本当に。多分今もう決定してる最中だから、12月末に決めないといけないから、今アピんないともう取り返しがつかなくなる。前回負けてるし。わかった。この枠終わったら便所さんに流れ込んで、みんな一緒に、うわー、和道面白いわー、みたいな。いや、和道の試合めっちゃ楽しみーとかもわざとらしく書かないとダメだよ。そう。捨て頃に和道を出せば、怒られる可能性があるから、いや、最近なんか和道、捨て頃頑張ってるぜー、みたいな。
なんか客観的な感じ。和道捨て頃の話題ばっかりだな最近みたいなところでみたいなね、わかる？捨て頃に出せってなると、なんで命令すんだよ和道リスナー、マナーがなってないなってなるから、みんなでブロックされちゃうから、だからこう、和道いいねみたいなっていうね、雰囲気でいかないと。和道の試合楽しみだな、誰とぶつけるんだい的なね。何かと和道だねーって、なんか最近和道面白くないのみたいな雰囲気でね、そういう気持ちで便所さんにコメントを書こう俺はそれをじっと見てるから、枠終わった瞬間、何かと和道だなーっつってねなんだかんだ和道いいところあるなーって、嫌われてるけどファンもいるよなって、和道は雑談安定してるなってそうそうそう、最近何かと和道だなってところで便所さんは和道くんのことどう思ってるのとかね、うん、うぜえ雑談やりづれえっていうね、うんうん、和道のことはどうなんだろうか便所さん便所さんは和道くんのことどう思ってるんだねっていうね、そう、圧力をかけていこう、圧力を、うん、そう、うぜえ感じで、うざいけどないがしろにできない感じでいこう、うん、話は変わるけどねって、うん、どうなんだろうな、もう出るのが決まったらもうやることは一つじゃん、うん、走れと和道走れと、うん、俺らのために勝てと、うん、でしょ、俺らのために和道を頼むよっていう、うんうん、ちょっとじゃあ楽しみにしてるわ、この枠終わったら俺監視してるから、今日この枠最後にするけど頼むぜみんな、ちょっとみんなで和道を出さなきゃ的な空気をね、うん、クモン流も強いけど和道もなかなかなんじゃないのみたいな、最近スパーリングとかやってないみたいな、見てます便所さん見てらっしゃいますかみたいな、ね、頼むぜっていう、うん、まあいいや、じゃあ終わりにすか、じゃあみんなお疲れ様です、ありがとうございました、便所さん枠集合でお疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう